TV 始まりました。今日も MC を務めさせていただきます、バキュです。よろしくお願いします。さあ、そして一緒に番組進めてくださるのはこちらの方。はい、バファロー五郎竹中です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで今日も早速ゲストをご紹介していきたいと思います。超 DQ10TV には初登場となりますが、もう何回も、ね、来てくれてはおります。こちらの方です。加藤夏樹さんです。サーバーロックで活動中、エルフの加藤夏樹です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。僕がパンク、ね、サーバーロック落ちますね。でも言ってるんですけど、うん、人いないんですよ。人いない言うな。確かロックたまたまね、うんうん、朝今ね入ってるところがね。はい、はい、そうなんです、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ続いてはドラゴンクエスト10プロデューサーの斉藤陽介さん。はい、ドラゴンクエスト10プロデューサーの斉藤です。今日はですね、ガヤ芸人として頑張りたいと思うんですけれども、今日台本には23時55分で終わるって書いてあるんですけど、はい、多分ね終わんないです。超えますか。はい、まあ終わったら奇跡だと思ってください。なるほど、はい、今日も頑張ります。たっぷりお願いします。お願いします、はい、よろしくお願いします。そしてドラゴンクエスト10ディレクターの安西隆さん。はい、皆さんこんにちは。ドラゴンクエスト10ディレクターの安西です。今日はですね、バージョン 4.2 の情報コーナーがあります。すごいボリュームなんでね、本当に時間内に収まるかどうか分かんないんですけれど、頑張りますんで最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますね。リハーサルの時には台本を忘れておりました。台本待ちという時間が台本待ちという3分ほどありましたけど、はい、熱心情報は忘れないようにね。本番は大丈夫ですね。はい、はい、お願いします。さあ、そしてドラゴンクエスト10テクニカルディレクターの青山浩二さん。はい、ドラゴンクエスト10テクニカルディレクターの青山です。今日 の青山コーナーはちょっと趣向を変えてですね、データの分析などをしてみたいと思います。本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。データ大好きなんですよね、うん、そうですかね。ちょっと楽しみにじゃあしてください、ね、はい、難しいことね、うんうん、はい、楽しみにお待ちください。さあ、そんな青山さんのコーナー、教えて青山さんのコーナーで今日アシスタントをしてくれるのは第2期初心者大使のインコさんです。はい、インコさんです。ガタラ水没都市で活動中、クリボーインコさんです。食べるじゃねえじゃん。そんなガタラ水没都市が嫌だ。そうなんですよ。いや、なんか今言ったことによってサーバーが落ちるかどうか心配になってます。それでちょっと今躊躇しちゃいました。ね、大都会でございますからね。はい、はい、今日もよろしくお願いします。お願いいたします。はい、ということで、はい、このようなメンバーでお届けしてまいりたいと思います。ちょっとちょっと、あれ、またセンターでピンクでもうオープニングから映ってますよ。珍しく、いつもの席じゃなしに。いや、本当に坂さんのタイトルからちょっとほら、いたのかって言われたんですよね。入り込んでましたね。あっちじゃない、あっちじゃない、うん、ましたよ。はい、というわけでお願いします。お願いします。シミュレーション V ジャンプ編集部ドラゴンクエスト担当の斉藤美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。桜のスター、ねえ、ねえ、そうですね、桜のスター、はい、ね、いやでもなんか集英社とね、はい、一緒になってこうジャンプ系のミニファミコンみたいな話題になってますね。めっちゃ欲しいんだけど。ドラクエ1も入ってるんですよね。ドラクエ1もご協力いただきまして入っておりますので、うん、はい、買ってください。はい、楽しみ
になっております。入るんですかまだあれ。あ、そうだよ。手に入んのかってね。そうね、うん。結構手に入らなかったみたいな。評判がすごいから。ほら予約できなかったって書いてある。店頭並ぶぞっていう。文句は似てるのにちゃう。ほらやめなさいよ。強気。やめなさいよ。そういう立場じゃない。はい、ということで VMK よろしくお願いします。はい、お願いします。さあということでちょっと冒頭に PV ちょっと流れておりましたけども、はいはい、ドラゴンクエストライバルズにまゆ参戦ということで ね、うん、ね声も決めます ね、 そうね、 V さんもね最近配信やってますもんね。はい、あのちょこちょこやっておりますが、うん、V バルズ、 V バルズやっております、うん、はい、勝ててるんですか。でも先月は一応ダイヤモンド、おお、すごい、1、あ、1じゃない、こうだ、1、5、ちょっと、さばいました、めちゃくちゃさばいてました、ダイヤモンドまで行きました。おお、はい、スマホと、まあ、パソコンでもできるね、ドラクエのカードゲームになっておりますが、まゆ、ね、がね、うん、ついに声もついて、そうね、3000と、こちらですね、はい、かわいい、はい、職業舞踏家専用のカードありますね、うん、専用のカードになっておりまして、MP は9、そして、66となっております。おー、うん、後半にドドンと出て、うんうん、いや強いですよこれ、ね、強そうですね。だから3段から床の効果がいろいろ入って、うん、まあ、この眉はアリーナのカードなんですけど、移動することで効果がより高まっていくカードで、うん、強そうですね。アリーナ専用ってことですよね、はい、そう、アリーナ専用、はい、これ声とかはやっぱり天のチームと一緒に、天のチームがこの人でみたいな、まあ、最終的には堀さんが OK って言えば、おー、なるほど、そこは全部堀さんが見てる、はいはい、じゃ堀さん出す段階ではそう天チームでも、ね、遠藤さんとめっちゃ合うんです眉、うん、だから早速ね今日ね、はい、ちょっと眉の声をみんな聞きたいと思ったら、はい、はい、あの PV を持ってきてるので、ありがとうございます。眉の声はこんな感じですっていうのをちょっと聞いてもらおうかなと思います、うんうんうん、じゃ VTR 出ます、はい、お願いします。私の力、あなたに貸しましょう。喰らいなさい。覚悟しなさい。はあ、ドラゴンクエストライバルズ。私、すごく怒っているのよ。うん、はい、まあまあみんなの頭の中にね、はい、そんなイメージがあるとは思うんですけど、 ね、うん、その中では多分近いところに持ってったんじゃないかなと思う。なるほど、近いです、はい、そう、こういう風な声だったって思いました。そうそう、聞いたことなかったんですね。優しさがある中でも強さがある、うん、強さ、ね、はい、月さんお墨付きいただきました、はい、間違いないね、え、はい、ということで、いやでもキャラ出るとすごい動いたりとか BGM も変わったりするんで ね、 そうですね、うん、まあ、多分これからも続々と天のキャラクターたちが、はい、登場していくと思うんで、それはそれでね、うん、もうあの性能とかはね、うん、安西さん結構あのライバルズうるさいんで口を出してますんで。なるほど、はい、あ、なるほど、結構がっつり天チームがそう言えるもんね。先にこんな能力でどうですかみたいなのが来るんで、はいはい、いやちょっとこれキャラと違うからもっとこう変えてくれるみたいな。なるほど、天からだと今のところアンルシアとネルゲルと、うん、ヒューザ、ヒューザ、うん、ヒューザ見ますね、が出てますよね。まあ、もうベサワキが来るんじゃないのかって。なんとか来てますか、ね、みんなどのキャラ、キコさんキュルルですって。そうなんですか、鳥みたいななってキュルルが出るとインコさんインコさんってコメントがすごい、ね、そう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 、すごい、全然インコさんじゃない、ね、そうね、あれお話しつぶると結構残酷なやつですからね。ね、みんな逆にどのキャラ、ね、ああ来てほしいんだろう。あ、ズーボー来てほしい。あ、ズーボーいいね。私はヒメア様が来るといいな。ヒメアね。あ、ヒメア様ね。難しいだろうけど。アイステラ、ダストンとか出るんですけどね。能力がね、うまく絡めばね。そうですね。ね、はい、ちょうど今週、土曜日か、あの全国大会もね、優勝杯もライブがありますので、ね、皆さんぜひチェックしてください、はい、今ならパック多分ね30パックか40パックくらいもらえるんで、新規の方もね入りやすいと、あとゾーマも今タダでもらえるんで、あ、そうか、すげえ、皆さんぜひぜひ始めてみてください、はい、さあということで、5月29日眉も登場する第3弾カードパック不死鳥と大地のメイド、皆さん楽しみにお待ちください。はい、さあでは最初はこちらのコーナー早速参りましょう。はい、聞かせてあなたのアストルティア、さあ、はい、という
ということで、ここからはゲストの方なづきさんとインコさんの近況を聞いていきます、はい、インコさんいらないでしょ。それは僕もわずかながら思ってるんですけど、はい、一応僕もやっぱりこれやってますよっていう、はい、そうです ね、聞きたい聞きたいっていう中にはね、しかも若干今日インコさんね、はい、夏希さんの隣で若干うわふわついてる気がするんで、いやもううわついてるところの騒ぎじゃないですね。オープニングからね、いつものインコさんじゃない感じは、本当に、ね、目が合うと口が回らなくなるっていうそういうそういうこともあるんですね。なんか声も2段階ぐらい低くしてる感じですいい声にしよう、インフィニティオフのねはい、ということでじゃあ、お写真とかがね、はい、あるということで写真撮ってきましたよ、はい、見ましょうか、はい、まずはまずインコさんからなんでね、はい、はい、インコさんのアストルティア見てみましょう、こちらです、おすごいよ、はい、これは何あの、はい、置物でこんなのいたっけ、タグに上げね、課金しましたよこのこんなことない、まあ、もうね、聖守護者、はい、手参りました、本当に愛に戦いに、写真撮りに行ったんでしょこれ、いやもう行くことは行きましたっていう、ただねあの本当にあのキメラが聞くよみたいなことを聞いてたんで、はい、もうキメラと2人で行きましたね、はい、ちょっと情報足りなかった、そう足りなかったキメラと言ったらなんとかなるっていうことです、間違ってはいないんですけど、はい、結果的には7秒で全滅っていう持ってましたね、でも7秒持ったんだ、頑張りました、写真撮るまでの間キメラが頑張ったそういう、でもサイズ感的にもいい方もや、いい写真撮れたなと思って、いい写真ね、はい、ビギルラッツ、それだけ、はい、私の私の近況さんがもうね、もう加藤さんにあの厚みを任せようと、時間早いです、すいません、時間取ってられないんで、やってるんですけどね、まあ正しいでしょ、マリオさんでもね、最近あのストーリー進めてますね、いやもう本当に楽しかったですね、一気に進めて、はい、はい、あのグランゼドーラジョン出てくる、うん、すごい知りたかったんですけど、はい、敵が出てきた時だけなんかメガネの兵隊が、はい、敵がやってきましたって言ってるんですけど、はい、あいつの名前何なんですか、名前がないんですよあのキャラクター、はい、今のところまだ出してない、あ、そうなんですかこれはね、僕配信で聞いてくるよってあの約束したんで皆さん、はいはい、いずれ出てくるみたいです、はい、もう出てくるか分かんない、いやいや、ね、あいつはいいキャラクターですよ、先祖代々やってますからね、そうそうそう、ずっと同じ顔だ、そうそう、はい、じゃあインコさんの以上、はい、ありがとうございますありがとうございます、恋の一発いただきました、はい、はい、じゃあお待たせいたしました、加藤夏希さんのお写真見てまいりましょう、アストルティアでございます、おそのインコさんも挑戦した聖守護者でキラーパンサーを育てないとダメだよって言われて、あのまず捕まえたんですよキラーパンサーを、そしたらなんかアプリで卵でそう捕まえられるっていうのになってて、なんだよ無駄足じゃんって、無駄足じゃん、無駄足じゃん、無駄足じゃん、成功法です、俺のキラーパンサーは養殖だから天然の、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 どう強いのかがわからないなっていうので、このキュンメイを行った時にあの。まあ、これは人のなんですけど、人のキラーパンサーでこんだけ強いんだよっていうのを見せてもらったんです、はい、でも本人はそっぽ向いてるみたいな、そうなんです写真撮るの必死で、同じ種族だよね、争ってる感じが、そう銅柄みたいなのが撮られてりました、うん、大活躍、うん、なんか素早さも早い、そうそう、素早さ積むとね、僕の敵が未だにクリアできなくて、はい、あのなんせ今午前中なんです、子供を保育園に預けてからの午前中院なので、うん、なかなかあのフレンドがいなくて、サポで聖守護者なるほど、まあ、行けなくはないけど結構しんどいね、そう、1ぐらい役割がね大変ですからね、行ける人募集したいですね、なるほど、はい、じゃあサーバー6人ね集合ですね、集合、はい、はい、これあのドレスアップを最近したんですけど、うん、はい、手前が私なんですよ、うん、で奥がフレンドの人なんですけど、こっそりパクったんですよ、え、どっちが、私がパクっちゃった、彼女をパクったんですよ、はいはい、でめっちゃ可愛い、これ見せたいなと思ってたら、うん、はい、私がサポでこの子に借りられるようになって、なんか地味にバレて恥ずかしい、はい、影響を受けたな、双子コーデじゃない、これサポです後ろ、ね、そう、可愛い、そうなんです、夏希さんといえばでも毎回ドレスアップがね、ありがとうございます、でも今はこの鬼ブームで、はい、はい、ちょっと小悪魔的なコロシアムを、うん、今ハマってやってます、ね、あら、コロシアムを、はい、
バトルグランプリやってましたしね。そうですね、はい、そうなんです、ね、団体戦個人、はい、個人戦も、すごい。あ、こちらも可愛い写真、なんか1万円みたいな感じです。エルフはやっぱり可愛いっていうのを最大限、家の中でやりたくてすみません、世界が狭くて。可愛い、はい、おじさんだけじゃないんだよ、エルフはね。そう、ちゃんとなんか、ね、そう、すぐおじさんでしょって言われる、通りすがりの人にこういうことをやってるとね、余計にね、うん、言われます、うん、言われますよ。おっさんでしょ、おっさん働いてないの的な感じ。午前中からお肌に囲まれて、ゴシックフリルとかはね、意外とあの、ただフリフリは結構男性の方が好んだね。そうそう、使うっていう、ちょっと浅知恵でね、これがいいんじゃないかと選びすぎですからね。LOG って言われますね。実際こんな美女が入ってることも稀にございますよ。あれ、あれじゃない、珍しい。9割方そうなんです、ね、はい、これはあの写真コンテストに出して、へぇ、はい、クイーンコンテストみたいな。はい、そうですね、はいはいはい、結局何も賞もらえず、でも綺麗、それならここで出そうと思って。なるほど、ミグラみたいな。そうなんです。うん、こんな写真撮れるんですね、これ、うん、氷の、氷の了解ですね。そうなんです、綺麗。ただまあこういうことをやってるとやっぱりなんかこう絡まれるんですよ、いい意味でも、うん、なるほど、ポツンとね、フィールドで何してるんですか的な。おじさん何してんのなんか昔はキッズ扱いで今おじさん扱いで、キッズ扱いエルフのね、位置がどんどん、ね、そんなことないんですけどあー、かわいい、はい、やっぱりエルフはかわいいっていう写真で、ちゃんと着替えて、うん、ね、色合いも。でもやっぱカラーセンスがね、やっぱり、うん、あのそこらのおじさんとは違うよ言い方あれですけど、リビットの色がね、リビットとかはついてるけども、やっぱスカートが短すぎないとか、色合いとかがやっぱりちょっとおしゃれ、見てて、やっぱ違う。あと大体あの、Lおじさんは家にモンスターがいるんですよ、うん、その判別方法あったんですか。男子要素がすごい、どうしてもちょっと中は、かといってとこつきで可愛くしようとしてるのもまた違うんですよね。安かったならね、外面、外面と中面が違う、判別方法が分かる。家行ったら分かります。ね、はい、おや、でもそれ聞いたら、はい、LOG はもうね、それさらにレベル上がるし、ね、これからどんどんと仕上げる。ハウジングまでね、すごい、みんな片付け始めますね、はい、しまわなきゃ、しまわなきゃ、はい、うん、ではあと最近、まあ、サーバー6で基本活動してるんですけど、はい、あのまあ、午前中人が恋しくなると、はい、サーバー1に移動して、はい、ジュレット、はい、ジュレットの海辺で、はい、人いっぱいいるからね、ここ、そうです、知らない人たちですけど、はい、いつか横の人たちとフレンドになれたらなって、待ってるんです。そうか、同じ時間帯で一緒に遊べる、はい、活動時間が一緒なので、うん、はい、でもプレイヤーのみんなもジュレイチってまさか加藤夏樹じゃないとは思わない、思わない、ね、夢が詰まってる、はい、ね、はい、ぜひあの見つけたらフレンドと申してください。いやいやいや、ごめん、僕か一か、加藤夏樹って名前のエルフがいっぱい溢れる海岸に。分かりやすい、分かりやすい偽物が、ね、そんなキャラ名でやってませんからね、さすがに。はい、はい、ということで加藤夏樹のアステルティアでございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ね、でも嬉しいですね。だって夏樹ちゃんといえばもうずっとね、てんやって、ね、遊んでくれてる、ありがとうございます。結婚も言ったらね、これがきっかけみたいな部分があったりして、はい、なんかこの5年で結婚して子供を産んで、うん、あと5年どうなるんだろうという、確かにね、10年構想の、はい、そうなんです。そうですね、全て人生が全部絡んでるっていう、ね、そうなんです、大きな出来事がある意味青春がね、いっぱい詰まった、うん、しかもご夫婦でね、てんもやられてる、はい、そうですね、はい、いいですよね、そういうのね。はい、はい、では続いてのコーナー行きたいと思います。はい、こちら、はい、安西先生、忘れ物はないですか。台本あります、はい、よかった、今のところはね、うん、はい、はい、台本あって当たり前ですからね。自慢じゃないってね、社会人として。はい、じゃあ安西先生、よろしくお願いします。 4.2 の最新情報、はい、そうですね、最新情報の話をしたいと思います。はい、それではですね、皆さんお待ちかねだと思いますので、まあ、まずはバージョン 4.2 の最新の PV の方をご覧ください。それでは動画の方よろしくお願いします。いきなり
ぎて、ね、はい、どこから聞いたらどこから盛り上がっていくか分かんないですけども、はい、サッカーはそれじゃないよ前後に、ね、サッカーがありました、ね、もうすぐワールドカップありますしね、はい、はい、うんうん、前回スケートしてたもん、スケートですね、そうそうですね、そういうことですね、はい、日本頑張れというところで、タイムリーなところをガチャピンみたいな感じで何でもやっちゃうようにサーフィンとかするよって、はい、じゃあ安藤先生、詳細お願いします。はい、うん、はい、それじゃあ、順を追って説明していきます。じゃあこちらスライドの方よろしくお願いしま す, ます。バージョン 4.2 の最新情報をお話しします。まずはメインストーリー、はい、赤き大地の総王子というふうなタイトルになります。うん、PV に出てきたシーンを中心に少しだけお話しますね。お願いします。舞台はこちら、1300年前のオーグリード大陸にあったオルセ公国が舞台となります。うん、まあ、実は今もね、あのオルセ公王国の、遺跡というか跡が残っていますので、うん、皆さんこことかちょっと見たことあるんじゃないかと思うんですけれど、うん、はい、こちらが、今回登場するギルガラン王子ですね。はい、ニコニコ超会議で発表したんですけれど、まあ、非常に注目されているようです。かっこいいです、ね、骨格がもう全然違いますもん、ね、顎がシュッとしてますもん、ね、1500年で、ね、こんなに変わるんですよ。だからなんか王国と一緒に亡くなったんだ。昔の人の方が硬いもの食べてそうなんですよ。生き王がの血途絶えちゃったってこと。はい、こちらが、グリエ王子になります。かわいい、はい、2人の王子、かわいい、はい、イケイケのギルガラ王子と優しいグリエ王子のお話を、ご期待ください。それからですね、こちらのアッキ・ソンガロン、オーガで始めた人はあの出身村のクエストでご存知だと思うんですけれど、うん、まあ、ファーストの時から出ていて、こいつどうなったと思われていたアッキ・ゾンガルが、ゾンガロンが復活します。うん、まあ、あとはあの手前の方に、賢者エイドスの姿も見れると思います。じゃあもうちょっと頑張ってほしいですね。最近ちょっとね、いやでも4対1で結界張ったじゃないですか。そうですよ、破られる、そう、破られる。はい、で、この方出てきましたね、国威の剣士、何やらいろいろと、はい、暗躍しております。それがこちらのファラスですね、かっこよかったですね。なんでこいつがね、なんかあれここにいるのみたいな。そう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 、ね、それは気になりますよ。あと年齢が気になります。老けて見えるけど、でも若い動きするし、うんうん、そうですね。あの PV の方でね、この2人がすごい壮絶なバトルをやっていたんですけれど、めっちゃかっこよかったね。まあ、今回、まあ、この人たちのこととか、いくつか あのフォースバージョン4シリーズで あの大きな謎がいくつか解明されますんで、うん、ぜひ楽しみにやっていただけるといいかなというふうに思います。まあ、あんまり話してしまうとね、あのネタバレ言ってしまいそうなんで、はい、ストーリーの方はこのぐらいでいきたいと思います。うん、なるほど。ネタバレの言い忘れないですか？言い忘れって言っちゃうことがあるんですよ。ダメダメ、ごめんごめん。この間成田さんに怒られました。しっかり怒られる、しっかり怒られる。はい、はい、次はサブクエストについてお話します。まあ、今回も、ね、あのたくさんサブクエストいっぱいありまして、あのちゃんとあのメインストーリーと絡むような感じでサブストーリーいろんなところに配置しています。はい、で、いつもですね、前のバージョンに戻って、探索をするクエストがあるんですけど、今回はこちらになります。はい、若き彫刻家の才能、古代グランズドーラ王国にいる、勇者、違うわ、そうだな、現代の現代の、あの勇者の像の前にいるオルノーラさんの相談に乗ってあげてください。うん、まあ、あのグランゼドラ城の、ね、勇者の像にまつわる話で、あのバージョン 4.1 を遊んでいただいた方は皆さん気になっていると思いますので、ぜひぜひ遊んでみてください。うん、これで非常になんていうか、いい話になってますので、お楽しみに。はい、こっそり応援してたぽっちゃりの人いましたよね。いましたね。あの人すぐ亡くなっちゃうんですよね。はい、はい、続きまして、はい、こちらサイドストーリーシリーズものの、前回から引き続き新たな旅人が登場します。はい、この方、ソップさん、クリポですね。農用フォークみたく突き刺さってる心の声をなんとか聞いてくれないかということで、まあ、ぜひとも、ソップさんの願いを聞いてあげてください。はい、それからこちらもシリーズものですね、時を巡る命題、はい、過去に戻っていろんなヒントを探してくる遊びになっています。はい、こちら前回までと同様、あのグランゼドーラにこのヒロソロスさんがいますので、こちらの話を聞いてあげてください。はい、はい、続きまして、発表レベル上限解放があります。105、はい、こちらですね、
真の、メルサンディ国葬隊にいる、こちらの聖剣士サンサさんがいらっしゃいますのでぜひ訪ねてみてください。まあ、こちらであのレベルアップするとかなり強くなると思いますんで、そちらでまたあの聖職者とか戦ってもらえるといいかなというふうに思います。待ってる人結構いるんじゃないの、レベル解放は。あ、そうですね、はい、前回は1しかレベルアップしなかったんで、そう、1だけだったんですよね、はいはい、今回一気に、はい、5上げましたんで、うん、5って結構でかい、そうか、ね、全職業で5ずつ急にあの走行騎兵ボトムスって書いてあって何かなって、はい、惑星サンサ、ね、サンサ、ね、惑星サンサそこね、はい、世代的には、うん、はい、はい、続いて、バージョン 4.2 の、コンテンツの話をしたいと思います。これはもう要は、うん、あのさっきの PV に ないないですね、はい、ちょっとですねあのメインストーリーのほど絡むお話なんで慎重にお話しするんですけれど、はい、4.2 をクリアすると遊べるコンテンツになります。何々のお部屋に行けるようになります。龍座の部屋って書いてある。違う違う、あの地獄の龍座の部屋思い出してくる。モチベーションがクリアのモチベーションがちょっと変わる。ゲストの方々が何とかしなきゃいけない。丸投げてね、はい、4.2 クリア、4.2 のメインストーリーをクリアしてください。そうすると遊べるようになるコンテンツでして、こんなお部屋です。なんだこれ、猫だ。猫ちゃん大好きなある人が、自分と一緒に暮らしてくれる猫ちゃんを探しています。かわいい。で、まあ、こんな感じでね、とある場所に、猫がいますので、大事なものにあの猫バッグというものを預かりますので、こちらをですね、使い猫缶と一緒に使うとそこに猫が寄ってきます。はい、寄ってくる、寄ってきます、はい、こんな感じであの猫バッグに自分から入ってきてくれるので、まあ、そしたらあのその猫好きの人のところまで持っていくと、あの一緒に暮らすことができるようになります。はい、色があるんだね、これ黒、白、はい、エルトラボブテイルとか、こんな感じで、猫はですね、毛の色ですとか目の色ですとかいろいろなあの種類がありますんで、集めて、はいはい、いろんな種類を集めていただけるといい。カラーリングできないですか、カラーリング。カラーリング、じゃあ塗らないからね、毛染め、毛染め、毛染め、天然物で、ね、犬派の人は、ね、犬派、あ、猫好きなんですよ。問答無用。犬もいたっていいじゃないですか。うん、ね、いいじゃん犬もって、ね。だって犬猫バッグでね。確かに猫バッグに入るなさ。ね、土佐犬とか来てます。そうそう。何そう。バカみたいにしちゃうんですよ。小さい犬でいいから入れてほしい。犬バッグ。犬にねラーの鏡当てたい。ドラクエといえば ね、 いいね、まあ、猫は毛の色とか柄とか目の色大きさとかいっぱいあれば性格もありますんで、はい、いろんな、はい、猫を集めていただけるといいかなと思います。たまにね、こういうあのぽっちゃりした猫もいますので、運動不足、はい、こちらも、はい、かわいい、色を探してみてください。これは何、あの結構な頻度でこれでかいの来るの、それとも結構レアですか。まあ結構レアだと思います。はい、そんな感じで、いろいろ集めていくといろんなことが起こりますんで、起こるんですね、いろいろ、はい、金の煮干しとかあげるやつじゃないんですね。そうですね、土管にね。これは捕まえた後はお家で帰るんですか。はい、お家にいます。お家ってあの専用のというか、そうですね、はい、その人のお家にいますので、そういうこと、会いに行くことはできます。そういうこと、はい、なるほど、欲しがってる人はいるってことね。自分の住宅村にいるわけではない、はい、ああ、はい、そうか、そうか、クエストとして、うん、はい、お手伝いしてみてください、うん、はい、じゃあ猫の何々の部屋の話は一旦このぐらいで、はい、続きましてこちらも新コンテンツでして、季節限定イベントで行う真夜中プリズランという風な、はい、新しい遊びを行います。プリズラン、こんな感じです。ええ、どんなゲームですかね。まあ、ちょっとこれ、実際行うのがバージョン 4.2 が出た後、まあ、真ん中ぐらいにありますんで、詳しいお話はあの次回の DQ10TV でお話しようかなと思います。まあ、今回ちょっといろいろですね、新しい試みやっていて、こちらこれ5人パーティーなの分かります？5人だ。8人で遊んでいるんですけれど、3人チームと5人チームに分かれてるんですよね。はい、人とね、5人で、そうですね、魂んこんな感じで、アズランの町に、イベント受付のうずきちゃんという方がいますので、はい、イベントが開始になったらぜひこちらに来ていただけるといいかなと思います。ミニスカの、ね、婦人警官さん、
結構いい感じですね。警官ってことはみたいな。ヒントが警官ってことは、あの後ろにランニャー君がいるんですけど、あの鉄球がついてるの分かりますかね。あちょっとクリアに囚人みたいな感じで、はい、おまあ、こんな感じで。あなんだこれ、これは面白そう。ダッシュとか残り5人とかね。なんかそうですね。面白そう。見つけたも盛り上がってますね。ね、もうだいぶ分かってる。あ、だいぶ分かってきた。ドロ系みたいな。まあまあまあ、ね、こんな感じで、あの皆さんなんていうのかな、すごく誰でも遊べる、うん、気軽にワイワイ楽しめるコンテンツになってますんで、3人チームが映ってますもんね、はい、で結構テンポよくガン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 何回も遊べますんで、なるほど、あのぜひ遊んでほしいかなというふうに思います。可愛いデザインが左下の、ね、あと4人みたいなところ、やっぱ泥系か軽泥でなんか戦争が起こってるんだけど、ね、地域差がね、泥順とかもあったよね。ありましたね。順差、順差と泥棒みたいな、初めて聞いた。はい、じゃあ次いきます。はい、はい、新たな武器立てが入ります。おー、次のレベルはこれバザーに乗り込め、みんな今バザーに乗り込め、バザーに乗り込め、乗り込め99。はい、サクサクいきますよ。片手剣アカシックソード、まあ回心率がちょっと上がって攻撃力アップの延長もあるよ。続いて新域の体験、もうちょっとちょっと素材を吟味させてもらえない、ね、いやいやいや、これいいゆっくりやってて切れないから、新域の体験、便利ツールで今買おうと思ってすごい長い使うんですよ、チャージ時間がたまに短縮されるし攻撃も防いでくれるかもよ。あら、結構言っちゃいますね。なんてなんてなんて、続いて、新域の探検、開始率が上がるかもよ。攻撃時にたまに何か起こるよ。おお、何何つった何つった、何か起こる、何か何か可愛い、ビリビリするかもよ。なんだ、蒼月のスティック、はい、これいいね。たまにあの魔法トラと早読みが発動するかもよ。これ可愛い、ほぼほぼ言ってますよ。可愛い、はい、新域の杖、おこれもいい、あの死んでも早起きが残るかもよ。わあ、これいい、行動しやすくなるかもよ。おお、ゆうゆうゆう、ハモじゃないよね、槍、槍、新域の槍、これはすごいですね。聖女の守りが出るかもよ。へ、あと防、ね、あの防御にいいかもよ。あ、ガードリー、はい、金剛の金、まあ、ゾンビにたまに、ゾンビに強いよ。あとたまに反撃するかもよ。へ、水流の構えが、はいはいはい、まあ、あと斧、新域の斧、これかっこいいな、まあ、攻撃力が強化されるかもよ。テンション上がるかもよ。テンション上がる、テンション上がる、はい、爪、相手の防御力を下げるかもね。行動しやすくなるよ。邪魔だはる、ムチ、攻撃力上がるかもよ。相手の攻撃力も下げるかもよ。おい、扇、月の恵みがバザーから消えました。速報だ。いや、確かに消えるよね。あのメイクアップがいいかもよ、うん、あとチャンスかもね。メイクアップ、はい、チャンス、この扇もかわいい、ハンマー、新域のハンマー、獣に強そうだね、チャージ時間もたまに短くなるかもよ。強そうだねって見た目、今そういう見た目じゃなかったです。ムームラン、アカシックイング、はい、状態異常が入りやすくなるかもよ、呪文も使いやすくなるよ、いいね、弓、早急の王、かっこいい、攻撃魔力と回復魔力が上がるよ、大きく、鳥に強そうだ、見た目鳥に強そう、ね、ドラゴンのなんちゃら、ドラゴンのなんちゃら、盾、盾、かっこいいな、これ、耐震完全ガードが出るかもよ、うん、あとヘナトスもたまに発動するかもよ。でこれ大盾なんで戦士パラディン専用になります。うわ、かっこいい、はい、以上駆け足でしたが武器盾になります。おお、はい、ありがとうございます。熱いぞ。おっと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 、で、新しい錬金石が出ます。新しい装備、はい、装備レベル99に関しては新しい錬金石が使えます。色はこの色、赤、赤、赤、はい、もちろんまた目袋に入ります。ありがとうございます、はい、まあ、いつもの通りね、あのビリダンドにいる強化錬金、あ、錬金強化さん、アークさんに渡してもらえればできます、うん、はい、で赤の錬金石1個を青の錬金石1個に交換してもらうこともできます。ダウングレードはできます、はい、1対1で、はい、で、赤の錬金石に報酬が変わるクエストがこちらの一覧になります、はい、日替わり討伐、週替わり討伐、それから緊急依頼書、魔法の迷宮、それから黄昏の総選挙、邪神の宮殿とかは、今まで青の錬金石だった報酬が赤の錬金石に変わります、はい、でこちらについては、赤の錬金石がリリースされてから受注した場合のみ、
赤の連石、金石がもらえますんで、リリース前に受注していた場合は一旦キャンセルして、はい、受け直してください。なるほど。はい。まあ、でも青もまだ結構ね、そうですね、使いたい場面結構多いから、はい、レベルとかでね、はい、需要がありますんで、はい、はい、で、あともう一つ、あのバトルロードの景品に青と赤の錬金石が追加されます。テストではないんですけれど、超便利ツールのモンスター牧場の気合伝授の報酬とかで赤の錬金石がもらえますんで、そちらの方も試してみてください。最近ニッチョバトルロード行ってるんですよ、楽しくて。そうですね、はい、キラーパンサーとかもね、そうそう、キラーパンも入ってきて、ね、そうそう、はい、強くなりましたしね、はい、はい、次、白宝箱から96の武器盾が出るようになります。はい、前回ちょっと見送らせていただいたんですけれど、バージョン 4.2 から、99の武器盾が出ましたんで、96の武器盾が、白箱からフィールド上のモンスターから出る白宝箱から出るようになります。はい、まあ、誰が何を出すかは、討伐モンスターリストを参考にしてみて、はい、探してください。リストでね、はい、了解です。はい、それからアストルティア防衛軍に大きな変更が入ります。これいい変更ですよね、はい、じゃん、装備レベル99の武器盾登場に伴って、報酬交換員 Y さんから、99の武器盾ももらえるようになります。じゃん、さらに今回から、武器の種類が選べるようになりました。選べるんだ。選べます。職業で何種類かでしたね。今まで戦士の武器立てをくださいみたいな感じでやったら、はいはい、俺本当は片手剣欲しかったんだけど、はい、また立てかよ、うん、みたいな感じだったんですが、立てがすごい勢いで。ありました、まあ、ここ、まあ、前回どっかの力点 TV でお話したと思うんですけど、まあ、ゼルメアで結構なんていうのかな、思った欲しい武器が、防具が手に入るのに防衛軍渋いよねというふうな話もありまして、まあ、いろいろデータを調査したところ、まあ、確かにもう少し出しやすくしてもいいかなというところで、まあ、自分の欲しいものじゃないものが出るのがちょっとストレスかなと思いましたので、このような形に変更しました。はい、で、これに伴って交換に必要な素材数を調整しています。はい、96武器に関しては、今までより素材が少なくなっています。で、99に関しては、新しい素材、新素材が必ず必要になります。この王がめっちゃ防衛軍やってるやん。どんだけ持ってんねんすね。すごいやってますよね。全種類なんぼでも構わないんだよ、一通り。はい、99は、うん、99はですね、新素材を出すボスがいる、まあ、ちょっとお話しますね。はい、なるほど、はい、了解です。はい、それからですね、新たに、補給大臣 P から経験値の古文書を交換することができます。前からちょっと提案広場の方にもあったんですけれど、防衛軍で経験値が欲しいよというふうな声もありまして、余った素材、少なめの素材で経験値の古文書をもらうことができます。なるほど、はい、古文書一つで、2万5000の経験値がもらえます。そんなにもらえんの。はい、で素材は、素材1個ずつとメダル1枚みたいな感じなので、はい、なかなかこれでね、しっかりレベル上げも、はい、うん、はい、職業じゃなくてもいいのでレベル上げられるので、ね、バタマスの経験値の書が欲しいなと思ったら、はい、選べますんで、はい、じゃあ楽しみながらここ防衛軍回して経験値稼ぐこともできる、うん、できます、できます、その通りです。ね、ファンストしてから行こうみたいな流れがありますけどね、はい、そうだ、2回、そうだ、2つ持ってばヘロヘロが解消できる、できますね、なるほど。はい、しかもカンストしててもね、上限解放のために全然取っとけるし、ね、全然いいですよね。そうなんですよね、装備揃えちゃった人が防衛軍来なくなっちゃうというところもあったので、はい、まあ、そこで経験値、今回かなり大きく上限も開放しますので、うん、まあ、こちらでも遊んでくださいという感じです。これいいね。ただしこれは特訓ポイントの方には使えませんのでご了承ください。了解です。はい、続きまして、光る赤宝箱が出るようになります。まあ、こちら白箱と同じで同じ錬金効果で埋め尽くされた装備が出ます。で、99の装備の何かが出ます。最新の武器立ての何かが出ます。99の埋め尽くしが出る。そう、超強いじゃん。おしゃれ埋め尽くしの、はい、がただ光るのはレアだからね、出るのは。そうだよね、だから、はい、がまず出れば、まず赤が結構ね、出づらいというか、やっぱ出たら嬉しくて、それならさらに光るようになる、ね、夢があるね。はい、で、赤宝箱だけじゃなくて、はい、Y さんから交換してもらう時もたまに埋め尽くしが出るようになります。出ます、大当たりがあれば。なるほど、はい。なんでルカニの失敗を選ぶんですか。こんなに防衛軍やってるのにね。この人運悪いですね。失敗で埋め尽くしっていう、はい、
で、防衛成功した時の報酬がアップするようになります。防衛終了した時に赤宝箱が出ることがあるんですけど、はい、確率上げました。今までは 5% だったんですけど、ね、なかなかこれが 50% になります。一気に勝てば、はい、ほぼ出るじゃないですか。2分の1ですね。すごいね。はい、それからあのミラクルボックスがたまに出てるんですけれど、ね、あれ倒してもね、あの称号をもらえるぐらいでね、あんまり存在感がなかったんですけれど、ミラクルボックスを倒した時は必ず赤宝箱が出るようになります。100%すごい、はい、なるほど、これは楽しい。はい、さらにまだじゃん、わお新しく戦場とボスが追加されます。いやいやいや、村で怖い。新たにツスクの村に、はい、待って、すごいニコル攻め込まれてるんですよ、ね、実家がやばい。初めにかと思ったらツスクルでよかったよ。ベッドライン超えてますよ。なんかさっきまで王が大変だなとか思ってた。一言やったら王がみたいな。あの獅子門は皆さんご存知の通り中央に橋が1本しかないんですけれど、ツスクルの村って皆さん覚えてるか分かんないけれど、ルートが2つあるんですよ、ね、入り口2つある。で、はい、そこにこうちょっと見てお分かりだと思うんですけど、ボスが2体いますので、うまく連携して防衛するように頑張ってください。で、姫屋様のいるところがあの防衛ポイントになりますんで、皆さん獅子をお願いします。ツスクルは絶対この人、この敵が出るです。です。あ、なるほど、はい。この、次なんですけれど、総援の至極兵団に当たった時は必ずツスクルで戦うことになります。ほ、はい、まあ、こんな感じで、ね、あのゾンビ系中心に出てきますので、はい、いやちょっと楽しみだな。ちょっと強さ的にもやっぱ一番強いです。一番強いんだ。強いです、はい、かなり強いんで。本当に倒されちゃったじゃないの。だって当日もなんだかんだも結構すぐされちゃったもん ね、 あんだけ言ってたの、まあ、言うても防衛軍はハイエンドコンテンツではないんですけれど、まあまあね、今までよりも強いです、はい、それから新しく実績を追加しました、はい。今まで元帥になるにはあの公開されているほとんどの実績を取らなくちゃならなかったんですけれど、はい、まあ、新しくその実績が追加されたことによって、はい、まあ、これはパスとかっていうふうなことを選んでも、いくつか自分でやりたくないものはパスしても元帥になれるようになりました。できるんだ。じゃあ討伐がマストじゃなくなる、はい、そうです。なるほど、はい、それと同時に新たに、上の階級を追加しました。大元帥、大元帥、はい、肩は赤色なんですか。あ、ごめんなさい、はい、あ、違う違う、これは、レベルアップした時で今が元帥の赤で、はい、次紫になるよって感じですね、はい、紫なんだ、はい、紫です。あ、嬉しい、かっこいい、はい、じゃあ今青の人はまず赤を目指しやすくなったってこと、ね、そうですね、なるほどですね、だいぶね、はい、だいぶ赤取りやすくなったんじゃないかなというふうに思います。ずっとブルーで止まっちゃってたんで、うん、ありがたいです、はい。で、大元帥になったことによる追加効果は今のところありません、うん、まあ、もう元帥になった時点で結構強いんでね、うん、足が良くなったりとか、はい。それから新しい特別報酬を追加しました。ほうずしょうラジャー、かっこいい。まあ、こちらですね、特別報酬をもらえる実績は、あの総援の至極兵団を5回防衛せよということなので、はい、なんとか頑張って5回防衛して、はい、こちらのラジャーって感じの、ポーズ、タッチポーズを取っていただけるといいかなというふうに思います。なんかを捧げようっていうコメント、ね、違う、向きがね、向きがね、ラジャーはね、あのぜひあの鳥の格好してね、うん、やってほしいかなと思いますね、5人でね、はい、はい、まあまあね、長い時間ですから、そうですね、はい、じゃあ防衛軍こんな感じになります、はい、楽しみで防衛軍 ね、 素晴らしい、ね、遊びやすくなりますんで、うん、ぜひまた遊んでほしいかなと思います、ね、最近ね、あの様子見散歩でいろんなとこ行ってるんですけど、うん、最後のバトルを毎回防衛軍やってて、今まで初回がちょっと防衛軍できなかったんですよ、はい、で2回目からずっと防衛軍やってて、うん、今ね、5箇所もあって4回やってるんで2勝2敗なんですよ。あ、いい、いい感じよ。そう、いい感じなんですよね、はい、結構盛り上がるんで。防衛討伐ですか。防衛が2勝2敗最後徳島で勝てるかどうかですね。そうなんです、まあ、防衛勝ち越せるかどうか、まあ、大丈夫でしょう、まあ、インコさんいるのか、はい、そうなんですよ、徳島、そうなんです、ね、でも討伐行くか行かないかをこう伺う感じ好き、結構討伐行くみたいな、これ行けるみたいな、ね、そう、はいはい、いるみたいなね、うんうん、はい、メンバーでね、はい、じゃあ次行きます。はい、転生モンスターが新たに追加になります、うん、まあ、どんなモンスターかは探してください、お楽しみに、はい、これね、今まで言っちゃったら、ね、言わないようにしたんで、転生モンスターは言わないようにしてます、探してくださいって、はい、まあ、タレさんフィールドでみんな狩るようになりましたし、ヒントとかは
ヒントは次わかり、新仲間モンスターが入ります。それもね、答えじゃないの、答えじゃないの、答えじゃないの、これ大丈夫です。先生隠すの下手ですよ。下手くそすぎます。今回は道具使いがスカウトできるモンスターです。すごいマッチポンプです。これでもみんなね、いろんな予想してますから。ちゃんとしてちょっとお水飲んでね。はい、ね、動く石像じゃないかとか。ああ、あと、ただ道具使いって今おっしゃいましたからね。そうですね。見たい、うん、ちょっと待って、みんなの予想を見ましょう。はい、予想、はい、組紐小僧、組紐小僧、爆弾、あれですよね、爆弾岩、キラマ2ね。なるね、かっこいいね。なんだろう、え、道具使いでしょ。だって柱も、柱もタンスもいるからね。あ、キャンドル、お化けキャンドル、お化けキャン、かわいいですね。お化けって言うの、お化けキャンドル、出なさそう、ないね、出てなさそうですね。ないですね。ミミスク、出てなさそう。ミステリードール、あー、お、一点ありましたね。えー、あった、一点ありましたね。じゃあ行きます。キャンキャンって関係なくて、せーの、じゃん、え、お、シャキードールじゃないですか。バッチリ当てられてるじゃん。これね、アニメーションも、かわいいよ。こんな感じ。かわいらしい。ちょっといいですよ。意外とね、かわいいんですよ。顔でかいですよ。うわ、すごい。すごい。凝ってる。ね、すごい、すごい。こんな感じで、キラーパンサーみたいな感じでね、スカウトの人がどこにあるか、ちょっと探してみてください。おはい。ギガゾンビ、ギガゾンビ、それもだってキラーパンサーと一緒でって言っちゃったら、もうだって転生かどうかみたいな。本当ですよ。キラーパンサーも必要だったでしょ。絶対ミラクルゴールですよ、ミラクルゴール。こんなの分かんないよ。スキルはこんな感じです。ハニワ、絶好スキル、ハニワスキル、ドキドキ戦士。あ、ブーメランなんだ。はい、笑っちゃってるし。こんな感じで、非常に硬い仲間モンスターですので、はい、守り系が、守り系ですね。ね、石膏ガード。まあ、ちょっとこの岩肌とかがどんな能力なのかは、ぜひ自分で仲間にしてから確認してください。そうそう、みんな多分ハニマルっていう名前つけるんだろうね。ハニマル王子懐かしい。悟空ですよ、これ。悟空だから別だね。はい、ジャンルがちょっと違う。はい、続きまして、提案広場にもあったんですけれど、キラーパンサーの章のドロップ率を変更します。はい、あれ通常ドロップだったんですよね。うん、で、レアドロップの赤い宝石が結構高い 50% の確率だったんで、レアドロつけてると逆に手に入らないので、ね、それアーミーが証明してくれました。俺も相当ね、訂正出たんだけど、章が全然出なくて。レアドロップが出ると通常ドロップが出ない。そうなんですよ。レアドロップの方が優先されてしまうので、で、レアドロップ赤い宝石の確率を 50% から 10% に変更しました。うん、はい。ね、夏木さんわざわざきちんと天然のね、うん、はい、そうですよ。もうそれで俺我慢できなくて養殖できる。レアドロのせいで。はい、はい、続きましてバトルルネッサンスにボスモンスターが追加されるよ。次は嵐の了解、ドン。超強いモンスターランマ、ウェンリルたちが追加されます。お、嵐の、ウェンリル覚えてます？どんなの、三つの思いで戦ってたですけれど、ランマって言っても男になったり女になったりとかしないよって感じ。小ネタいいんですよ、小ネタは。ちょっと余計にわけわかんない。余計わけわかんない。独特の話じゃないですか、完全に。自分の青春時代を掘り込んできますね。おじさんになったりパンダになったり。ウェイさんの前ですいません。はい、続いて全然内容入ってこなかった。じゃあ、ウェンリルで戦ってください。嵐の了解のね、はい、スクリーンのことです。ラムで終わっちゃったよ、ね、三つどもえバトルはそのままになってますので、はい、ぜひ。あれ、結構珍しい感じだったんだね。あ、分かった分かった。あ、面白かった。立ちなんで、はい。はい、続きまして、邪神の宮殿に新しいモンスターの組み合わせが来るよ。はい。じゃん。え、覇行の君臣。君と神。ちょっと見えてますよね。ちょっと見えてますね。両サイド。謎だな。謎だな。結構今回隠し気味ですね。はい、それからですね、はい、ちょっと大きな変更を行います。四国を変更します。
今まであの占い師専用の極っていうことでやってて、まあ元々占い師があのそんなに強くないだろうということで、まあ占い師のデビューと同時に四極を開いて専用ってやってきたんですけれど、まあ実は占い師すごく強くなっちゃって、今一極よりも簡単な状況になってしまいましたんで、まあもうそろそろいいかなということで四極を変更させていただきます。ただあのみんな結構一極と四極が回ってる人っているじゃないですか。まあなので難易度は決して高くするんじゃなくて、一極と二極の間ぐらいの制限にしたいかなと思います。でも2もね別にそんな大変じゃなかったですか。そうですね、まあ、なのでちょっと占い師だけあの優遇するというふうな形ではなくなるんですけれど、はい、あの比較的遊びやすい難易度になってますんで、皆さんこちらの方も遊んでいただけるといいかなと思います。2年経ちましたからね。あ、なんだかんだもうそんなですか。そうなんですよ。でまあ具体的に言うと職業武器を5種類ぐらい、これとこれとこれのどれかにしてねっていうのと、はい、制限時間が18分、それからアイテムも配られますんで、あの世界中とか心置きなく使ってください、ね、コメントにもあるけど写真解禁賞ですっていう人もいるし、本当に楽しんで遊んでますっていう人もいるし、好きな人ねずっとちゃんとやってますよね、はい、そう、わちゃわちゃ。はい、次バトルバランスの調整。今回2点あります。2点、あでもね大きいのないから大丈夫。1つスーパーハイテンションの演出を配信するよ。なるほど、カメラがねガーってなって動けないやつ、あれがなくなります。だからすぐ動けます、スーパーハイテンションになると。実はですね、これちょっとテクニックがあってです、裏技みたいな感じなんですけれど、あれをカットすることができるんですよ。そうそうそう。で、それが何だろうな、裏技みたいな形で一部だけ使ってるもんどうかなとありますんで、一律あのガーッとなるのをカットしました。なるほど。もういいかなっていうところで。でも結構あの瞬間で写真撮るの好きな人もね。あれ写真撮るなら今のうちってことね。写真をね。あれもうなくなるわけですよね。あとはあのバトマスとかでね撮ってもらえるといいかなと思いますね。全部なくなるわけじゃないから。しぐさ欲しいって。スーパーハイテンション。いい提案。いい提案。わかりました。イニシエのスーパーハイテンションとか。ね、だからあのガーってなるモーション自体見れますよ。あのカメラ寄るのがなくなるよってだけで。カメラが寄ってて行動不能だったんで、はい、自分でカメラ向けてくれればいいです。それもあるのね、はい。アップ気味にして。はい。はい、あ、じゃあできるの、ね、できます。はい、続きまして、キラージャグリングとゴッドジャグリングの発動後の硬直時間を短縮しました。こうやって打った後、こうやってやってるやつかっていうのが、あれがですね、4秒ぐらいあったんですよ、長えと、で2秒ちょいぐらいに短縮しました。はい、写真これを撮りづらくなる。写真の良さ、写真勢として投げるジャグリング後の仕草ですよね、これ。まあ、でも旅芸人の人は嬉しいですね。確かに、はい、使いやすくなると思います。なんか攻撃したいというタイミングでね、キラージャグ結構入れたりしますからね。クロシアムも同様なんですね、はい、そうですね、あの全部のゴッドジャグリングとか使いやすくなります。まあ、今回のバランス関係の調整は これだけになりますのでご安心ください。続きましてクロシアム、じゃん、占い師の参加可能になります。強すぎないこれ。で、その通り強すぎるんですよ。まあ、なのでいろいろ調整を行いまして、一番あるところはあのタロットの威力アップをするパッシブがあるじゃないですか、はい、あれがあのコロシアムでは無効になります。あれが入ってるとあの単体で1000ダメージとか叩き込むんでちょっと勝負にならないのであれはなしです。それから、特技のチャージタイムですとかタロットの効果範囲を一部見直しています。あと、まあ、テンションですとか状態維持を強化弱体というのは、通常のコロシアムのものと同じものになり、共通になります。まあ、とはいえですね、射程も長いですし、設置も置けますし、これ幻惑必須になっちゃうね、もしも。そうですね、はい、設置が強い。強いよね。あれを本当に道に置かれたりとかするとかなりいやらしい職業ですので、はい、削ることもできるし、ポイント持つこともできるしなんで、これが入ってどうなるか。眠り幻惑か。コメントあるんですけど、デッキは持ち込めるんですね。持ち込めます。持ち込めるんだ。なので
占い師で言ってもどんな出来かによってどういう攻撃してくるか本当いろいろあるので、ね、眠り幻惑呪いも必要です呪いがあるのが強いですね呪いもあるし、うん、サポートとしても、ね、優秀です審判もありますしね世界も審判もあるし、うんはい、皇帝もあるしなのでコロシアム環境がガラッと変わるんじゃないかなと思います。ボケです転んだらカード全部落とすとかね。あと引かれたいから床に落ちると拾えない。爪がね爪がはい、続きまして、コンテンツではないんですがバージョン 4.2 ですごく頑張ったところなんですけれどこちらになります、強さ項目に耐性詳細が追加されます。はい、見ていただきましょう。強さに耐性詳細という項目が3番目に入ってますね、はい、こちらなんですけれどじゃん。おお、これはすごい。こんな感じです。これはありがたい。今何パーだったかな。そうです、装備で何パーなのかセット効果で何パーなのか、はい、法事で何パーなのか、うん、料理で何パーなのかで合計今 100% いってるのかいってないのかっていうのが一覧で分かるようになりました。俺3つ以上とか、まあ、諦めるもん。多分言ってんだろうね。3つはもう100だけど、あともう分かんねえ。こちらの仲間モンスターですとか勇者姫アヌシャとかも同じように確認することができます。はい、あのお話しますね。で、一応、職人で、つけられる効果に関して表示するようにしているんですけれど、まあ、これをやった時に、まあ、どうしても魅了も欲しいという声も開発内で強かったので、うん、例外的に魅了は入れてます。ただ、職人でつけられない吹っ飛びガードですとか、笑いガード、波動ガード、それから弱体耐性といったものは表示していません。はい、まあ、こちらに書いてあるような呪いガードですとか風耐性とかそういったようなものが見れるようになります。ビーガードまであるもんね、うん。こんな感じでね、あの他人で他の PC ですとか、他の人の仲間モンスターサポート仲間も確認できます。サポート仲間も確認できるんだ、はい、ただ、自分以外のものはあの左の方にある合計値だけ、ちょっと細かいところまで内訳まで持ってくるとデータが重くなってしまうので合計だけ分かればいい、はい、そうですね。合計のみ確認できます。酒場で借りる前に見れる。あ、これ酒場で、酒場の項目で、こんな感じで体勢も見ることができるようになりました。1ページ増えますね。はい、1ページ適当な装備で預けられるね。確かに、ね、ごまかしてたね。お前自己紹介と違うじゃないか。コメントが何々何々眠り転びって書いてるから違うね。で、結構酒場のページって多いじゃないですか、うん、で一方向にしか進まないんで、うんうん、体勢も見たいし、あれ立ち陣も見たいしって時に一方向しか行かないとぐるぐる回るのが大変なので、はい、あの LR ボタンに対応して戻ることができるようにしました。下の方見えますかね。まあ、確かにもう1回行くとまた、はい、そうなんです、ね、はい、で後でもう1個またこれでかなり、この借りようとしてる人の能力をいろいろ見やすくなったんじゃないかなっていうふうに思います。これもう一個、はい、毒100の人とか探したいときに、あ、逆引きみたいな。そう、逆引きできたらいいですね。夏木さんがおっしゃってますよ。非常に大事な意見として、確かに欲しい。これができるようになったから欲しいですよね。まずこれを喜びましょう。これを叩いましょう。大事段階。まずこれを叩いていきましょう。意見としてね、貴重な意見として。ありがとうございます。ありがとうございます。だって青山さんが今ボソッと1ページ増えるんだよだから、ね、いやいや、でもできそうです。できそうですか。ちょっと検討してみましょう、ね。まあだからあれだよね、複数必要だった時が難しいから UI 的に毒も欲しいし呪いも欲しいし、はい、今のボスとかね結構そういうの多いですね。そう必須とかになっちゃうと、うん、2つは絶対でですね、この対応が入ることによって、ちょっとあのサポート仲間の登録の解除をやらせていただきます。はい、先ほどの体制の件がですねバージョン 4.2 以降に預けた方のデータしか反映できません。ですので、この機会に一旦もうずっと預けっぱなしのサポート仲間とかを解除させていただきます。はい、詳しく言う と、バージョン 4.2.0 の時に、4月30日より前に登録したサポート仲間は一旦全部解除します。はい、で、その後のアップデートバージョン 4.2.1 と我々呼んでいるんですけれどその時に、5月30日より前に登録したサポート仲間を
回サポート登録を解除させてください、はいはい、でとはいえ、4月30日までに登録した分の経験値とか、名声値とかっていうものはちゃんとあの保存されてますんでそこはご心配なく、はい、ただその後解除された以降は経験値とか入っていないので預け直していただけるとありがたいです、はい、ちなみにコメントがあるんですけどバトルロードの方はその対戦見れるようにはなるんですかね仲間モンスター仲間モンスターの随時一旦これ喜んでね、はいはい、喜んでね、はいはいはい、それだけを喜んで、はい、頑張ります、はいはいそれから、聖守護者の当選機ね変更を入れようと思っていますこれ悩んだんですよね、はいこれね、はい、こちら、ミネアの運命のカードの効果が発揮されないように変更の予定です、うんまあ、あの正直言ってミネアのタロットの効果強いんですよ、うん、で強い家にあのまずはミネア回してからみたいなことになってるじゃないですかあれかなり不毛だなと正直思いますし、うんまあ、ちょっともともとミネアの効果が古くて、まあ、本当強いなと思いますんでいろいろバトルチームと相談の結果聖守護者の当選機では無効にするようにします、はい、ただし今すぐというわけではありません、はいいつからやるかといったら次の、聖守護者の当選機のボスからミネアの効果を無効にしますそれまで今まで通りミネアの効果が使えますんで、はい次のってのは新しいの新しいやつが出たら今のやつも使えなくなる、はい、新しいやつが出たら新しいやつは最初から使えないし、はい、レギュラーとたちにも無効になります、はい、じゃあまだしばらく使えるしばらくは大丈夫ですはいそう、ね、これありますよ ね, ねなんかいきなり聖守護者に行ってる人いるからどうしたのそれミネアで効果出たから行ってくるみたいなね、それまでに得た称号とかを剥奪するとかそういうことは一切ありませんので、はいはいまあ、安心して今の時点では本当に冒険者の皆さんの工夫の範囲だと思いますので、はいはい、遊んでいただけたらいいかなというふうに思います2つは厳しすぎるでしょまあミネアの効果がなくなると倒せなくなっちゃうよというふうなご意見もあるかもしれないんですけれど、まあ、4.2 で新しい武器立ても入りますしレベル条件解放も入って倒している確率とかも上がってくると思いますので、うんまあ、申し訳ありませんがぜひこちらはそうさせてください、うん、温泉には入っておけと、ね、そうですね温泉とか料理とかは今、はい、まで通り問題ありませんはい、はいはい続いて、モンスターが落とすアイテムの宝箱に入る優先度を変更します、うんまあ、見てもらうと早いな、うん、こんな感じあのねゼルメアの正門とかふわふわ綿あめとかの優先度が低かったんですよお、はい、だからなんかいっぱい盗んでたりとかすると、はい、せっかくゲノミ出たのに正門入ってないよ、うん、みたいなことが稀にあったので、はいはいはい逆効果みたいなそうですね、うん正門ですとかふわふわわたあめですとか呼び寄せの筆といったものの優先度を上げさせていただきます、はいもっと上にある白箱の装備品ですとか小さなメダルとかは今まで通り最優先入ってますね、うんはいはいはい、むしろ毎回出るものだと思ってたの、うんうんはい毎回出るんですけど、うん、宝箱に一気に入る数が上限があるので、はい、何体も何体も守る部倒してた場合に、溢れちゃったという形ですね。タロットコインとかだとあれだよね、破片とかだとね、スライムいっぱい倒しましょうみたいな、はい、わーっと入っちゃって、そうですね。なるほど。下のが出なくなっちゃったりする。なので、まあ、こんな感じで優先度変更させていただきます。はい。続いてバトエン仲間対戦がいよいよできるようになりました。逃げに結構やってるバトル。あ、嬉しい。うん、今までね、オートマッチングしかなかったんですけれど、はい、こんな感じで仲間対戦というのが入りますので、今いるパーティーと一緒にバトエンが遊べるようになります。あ、これいい。パーティーメンバーだけでね。うん、こんな感じです。あ、これやりたい。仲間と遊んでるときはチャットができますんで、うん、楽しく喋りながら遊んでいただけるといいかな。なるほど。それから仲間で遊んでる時に今までバトエンって負けたら落とされちゃうじゃないですか、その場で落とされちゃう。なので、これ仲間内ですので自分が負けてもそのまま戦いを見ていることができるようになりました。これは仲間対戦の時だけね、はい、通常のオートマッチングではできません、はい、で、完成モードも抜けたい時にいつでも抜けられますんで、はい、あ、いいね、これ。それからバトエン、新しくコロペに景品が入りますんで、まだ遊んでないよという方はこれを機に遊んでもらえるといいかなというふうに思います、うんうん、いいおもちゃ感、うん、はい、次釣り
拡張しまーす。よっしゃ。来ましたよ。釣り釣り。まずは新しい魚。じゃん。クリオネ出た。出たクリオネ。魚かな。魚ではないです。まあいろいろ今までもいたけど。うん、まあでももうスイカとかカエルとかいるから。まあ確かにね。そうね。はい。それから報酬も追加されます。ビッグサイズ、メタルメイキッシュ体験もらえるよ。ノーマルサイズは今回追加ありません。前回やったんで。3個もらえるの嬉しいね。それからキングサイズ、ふわふわクマの身が追加になります。え？じゃん。かわいい。かわいい。欲しい。かわいい。にもにも。はい。これ横にくっついて歩いて。くっついて歩きます。はい。それから、お魚コインの新しい交換品にお庭用釣り堀という新しい庭具が入ります。結構高い、20万枚、はい、あ違う、いいのか。何これ。でこれどういうものかと言いますと、はい、庭具、お庭用釣り堀というものが新しく入ります、うん、ちょっとしたコンテンツですね、はい。まあ、こんな感じで、庭具として設置すると自宅で魚が釣れるようになります。はい。自分が持っている魚を、お魚袋に入れる魚を、こちらの釣り堀に入れることができます。で入れられる魚は最大30匹で、入れた魚を逃がすこともできます。はい。で旬のマグロとか一部の魚は入れられないので、まあ、イベント用の魚とかですね。いやこれはいいですね。でこれ次説明するんですけれど、家主以外にも権限設定で許可した人に関しては一緒に釣り堀に入れます。これはすごいな。だから自分家で魚釣りパーティーができます、とか例えば、インコさんがホウジロザメ釣ったことなくて釣りたいんだって言ったら、じゃあ俺んちの釣り堀にいるから釣りなよとかっていう風な。でも嫌がらせでいっぱいデメキいるとか。デメキ29匹。30匹いるんですよ。で、ホウジロザメ1匹入れたら100% でホウジロザメが釣れるかってそうじゃなくて、釣り堀専用の魚がいるんですね。専用のいるんだ。30枠いるんですよ、その1枠がホウジロザメに変わるって感じになります。なるほど。はいはい。そうだから30個自分の入れたら、もうぎっちり入れればいろいろ自分の、どうよこの釣り堀すげえだろっていうのが、サメ30匹は入れられる。できます。できる。30匹持ってれば。よっしゃ、竜宮の使いを30匹ぶち込んで。できます。夢の釣り堀だ。それ釣り竿の消費であったり経験値っていうのはどうなんですか。はいはい。ですね、ちょっと待ってくださいね。確かに。まず釣り堀の権限なんですけれど、権限で許可した人が、遊べます。釣れる人、魚を入れる人、友達が魚を入れることもできます。できるんだ。で、ただし友達の家の釣り堀に魚を入れたら、その魚はその家主のものなので、うん、もう釣るしかない。なるほど。戻すってことはできない。自分で言うと俺が釣る。釣ったら自分のものになる。すごいな。釣ったら自分のものになります。はい。さっきのホジロさんいなくなるんで。で1回、釣り堀に入れた魚は釣り堀魚って言うんですけれど、はい、釣り堀魚は、以下のような制限があります。1回釣り堀に入れて釣った魚は、他の釣り堀に入れることができません。孫はできない。はい。それから、クエストで納品することはできません。はい。でも釣り浪士で、持っていってお魚コインと交換することはできます。それから釣り経験値も全く一緒、お魚図鑑にも載ります。はい。なので、孫にはできないよっていうのと、クエストの納品はできないよっていうこと以外は、本当に普通の魚です。あ、クエスト納品できないんだな。まあ、それはね、それは釣りに行ってって感じ。釣りのあれは消費するってことですね。消費します。自分に入れるとき自分のところからいなくなるんで、まあ、いわゆる普通の釣りなんだよね。ここはいくつかできないことはあるけど、はい。うん、これちょっとコメントとも結構あったんですけど、はい、キングサイズを入れたらキング、もちろん同じサイズです。同じ魚だもん。それですよね。じゃあキングの330匹はさすがにできますよ。あ、できる。俺の釣り堀キング30だぜ。すいません、言わせちゃいましたね。期待してたでしょ。そうそう。ってことは納品はできないけど、はい、キングを釣ったっていう実績にはなるってこと。なります。なります。じゃあ結構友達がキングいっぱい残ってたら、ね、困ってるとかね。できますよ。だからそれが難しい。キングをチームとかで共有してる釣り堀に入れて、ね、できます。チームメンバーで釣ったら、はい、キングをいっぱい、うん、ただ釣りゲームはまんまそのまんまなんで難しいよね。ある程度のレベルがないと、はい。すごい。でも魚かわいそう、何十回もこう釣られるってことですよね。はい。なので本当チームとかで釣りパーティーやって、この魚釣った人が勝ちとかで遊んでもらえるといいかな。いろんなルールとか決まりを決めて釣り堀屋さんとかできそう、うん、思います。
今時間どのぐらい使ってますまだあと40分まだまだ大丈夫、うん、ガンガンいきます、はい続いて、庭具ね庭用街角掲示板というものがあります。あれあの街地図にしかないじゃないですか。あれがなんと自分の家に街角掲示板を置けるようになります。家に家に、はい、になるね。まあ、これでいろいろね、ワールドランキングですとか、はい街角情報とか見れるようになりますんで、うんうん、完全に同じです。ほうこちらもぜひ使ってください。はい、はい続きまして地図の行き先表示切り替え、まあ、こちらのご要望が多かったんで追加しました。はいバージョン4からですね、クエストとか受けてるとこんな感じで行き先が表示されるようになったんですけれど、うん、ちょっとこれネタバレみたいで好きじゃないという人も、要望もたくさんいただきましたので、うん作戦から設定できるようになりました。便利なんだろうな。表示しないようにできますんで、まあ、とはいえデフォルトの表示するようになってますんで、あまり好きじゃないよって方は表示しないに変更していただけるといいかなと思います、うん、こんな感じでね、なくなりますんで。はい続いて、ついてくんの名前表示設定ができるようになりました。こちらもこんな感じでわかんない亀様わかんないくんね。わかんないくんの亀様。そうそうそうです。そういうことかそういうことか。出なくなりすることができますよね。あ、はい、あなるほど。わかんないだけの。惑わせますね。なぜこの名前にしたの。続きましてこちらもやっとできました。写真撮影機能追加。おおこれで結構すごい。いくつかの新機能を追加します。なんだろう。まずはこれ細かい話なんですけれど、写真の保存サイズを変更することができるようになりました。これちょっと補足しますね。はい、この出てるサイズが Wii の時のサイズなんですよ。で、Wii からプレイステーション4が始まったくらいで、画面の解像度に合わせてできるだけ大きく、大きい方が綺麗なので、はい、皆さん普通に大きくしてほしいんですけれど、通信サーバーにこれデータを写真を保存するので、うん大きくなったために通信エラーが起きますという報告をいただきまして、エラーがもし写真撮影するときにエラーが起きる方は小さくしてもらえるといいかなと思います。で特に問題ない方は一番大きいのが一番綺麗だと思います、はい、小さくしても保存枚数が増えるわけではないけれど早くなる。そうですね、通信負荷が減るのでご自宅の環境に合わせていただければなと思います。はいはい、ありがとうございます。続きまして、フォーカス設定ができるようになります。これいいっすよ。オートフォーカスとかっていう感じで、まあ、ちょっと分かりづらいかと思うんですけれ ど, なるほど近くをフォーカスってやると近くだけピントを合わせて後ろのピントが合ってない、はい、かっこいい写真になる、はい、ポートレートみたいになる感じですね。インスタ映えじゃないですか、ね、で、マニュアルで細かく調整することもできるようになります。これやりたい。嬉しい。ピントがすごく手前にするとかちょっと奥にする、すごく遠くにするとか、はいピントが合う距離をここからここまでみたいな感じで、本当は僕だけが動けてますよ、はい、分かりますかね。前の写真と、はい、本当だ。これ亀様にピントが合ってる感じになったんですよね。うまく使っていただけると非常に女の子とか可愛らしく撮るときに雰囲気が出る、はいいいんじゃないかなというふうに思います。でちょっとこちら申し訳ないんですけれど 3DS 版と D ゲーム版はできませんのでこちらご了承、ね、ちょっと、そうですね、これ Windows 版で、コンフィグに被写界深度っていう設定があるんですけれど、はい、これがフォーカスのことなんですけれども、はい、被写界深度をオフにしてるとできないです、うん、なので使うときは被写界深度をオンにしていただきたいんですが、はい、3DS 版と D ゲーム版は被写界深度がオフになっているので現状できません。で今ちょっとできるかどうか今検討中で、もう少し時間もらったらもしかしたらできるようになるかもしれません、はいまあ、ひとまずここまで、はい、喜びましょう。ここ、ね、難しいよという方は近くをフォーカスと遠くをフォーカスで撮っていただけると、あこういうことねってすぐ分かると思いますんで、はい、そちらを使ってみてください。これって途中で止めて戻したらでカメラを戻してまたカメラにしたらさっきのこのピントずれてる状態になるんですか。設定した状態になってます。はい、戦闘中の時にこれやったら迷惑ですよね。だいぶね時間かかりますね。ちゃんと来ますよね。今フォーカスやってるみたいな。戦闘中設定できないです、ね、はい、ちょっと動かないで、ね、動かないで、なのであらかじめベストの選択にしておいてバトルしてもらえるといいかなと思います。まあこんな感じでね、はい、コンテストも写真詳しい方はうまく使いこなしていただきたいなと思います。いろいろアイデア変わりますよこれ。続きまして、こちら次もっと分かりやすい
フィルター設定、フィルターも、フィルター付きで撮影できるようになりました。おー、すごい。まずはじゃん、セピア。セピア、はい、はい、なんで2回言うの気になりましたね。セピア、セピア、次はモノクロ、モノクロいきますよ。おー、はい、いい味ですよね。お、2回言ってくる次は面白い、シルエット、なんだこんな感じ。おお、かっこいい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 。竹槍兵めっちゃかっこいい。なかなか面白い設定なのでうまく使ってくれるといいかなってふうに思います。次の写真コンテスト、みんなシルエットで、ね、ウルトラマンのオープニングみたいな赤色に黒で、うん、次インスタント、こちら、うん、こんな感じで、あのフィルムカメラ風で、あのサイドと明度が上がってすごく淡い感じで鮮やかになりますんで。あー、いい。これこっち向くな、こっち向くの、違う違う、関係ないです、関係ないです、こっち向いてますから、ちゃんと伸びて見る。まあ、あのこんな感じでね、あのフィルターとか、あの被写界深度とかが入りますんで、新しい機能を使って写真楽しんでいただけたらいいかなというふうに思います。これセピアでこうフォーカスも変えてみたいなことはできます、ね、できます、はい、合わせ技使います。なるほど、はい、なので写真の幅が広がるといいかなっていう。写真愛好家の方々は嬉しいだろう ね、うん、ね、次のね、あの写真コンテストがまた楽しみだなっていうふうに思います。はい、次です。取り寄せ賞チャガナのアイテムが追加されます。はい、じゃ、うん、こちらですね、あの特定のクエストの報酬に設定されていて、はい、であのクエストのリプレイ報酬に入ってたんですよ、うん、はい、まあ、なのでチャガナの方に入っていなかったんですけれど、まあ、もういいだろうということで、うん、リプレイ報酬から外して、はい、チャガナの報酬になるようにしました、はい、で代わりにあのリプレイ報酬の方は魔法の節水とか入ってますんで、あの気にせずチャガナに取り入ってください。はい、続きましてこちらセキュリティ強化特典が、今まで1アカウントに1個だったんですけれど、はい、あの全キャラクターが対象になりました、うん、まあ、どんなものがあるかというと、奇世界道路交換券、うん、マネキンね、あ、はいはい、あとあれあれなんだっけ、パスワードのトークン導入キャンペーンでやってたシグサショーガードが1アカウント1キャラしかもらえなかったんですけれど、サブキャラとかももらえるようになりますので、ぜひもらいに行ってください。パラディンカード、まあ、こちらの、ガッタラにですね、特典屋レトトさんという方が新たに来ましたので、あらら、うん、まあ、こちらからの仕草書ガードと奇世界ドール交換券を受け取ることができます。あの、もちろんすでにもらったキャラクターはね、持ってるよって言われるんで、うん、はいはい、サブキャラとかで取りに行ってください。うん、かわいいね、このドア、ね、かわいいですね、ダントツにかわいいですね竹岡さんとヨースピがドアに映るとすごいテンションが上がってすごいコメントするんだよね。はい、次も、結構大きな変更、旅人バザーおしゃレシピから探せるようになります。おーれすごい、おしゃレシピ、おしゃレシピ、いますよ、はい、これ姿見の場面皆さんおなじみだと思うんですけれど、はい、まあ、ここであのメモをするってあるじゃないですか。すごい難しいかな、まあ、ここであのメモしてもらえると、あのおしゃレシピ、あ、違うメモじゃないや、下におしゃレシピってコマンドができましたんで、はい、おしゃレシピの方に登録してもらいますとバザーに行くと新たにおしゃレシピというコマンドが増えています。でこれでおしゃレシピって選択すると、おしゃレシピの部位が出ますので、こんな感じで登録されているものが直接買えるようになる。買いやすい、はい、わざわざお花まで借りなくても、ランプリートマリーまで、お花がちょうどこっちであのピンクカラーリングをしてピンクとか、はい、ここに登録されているものがこっちに直接反映されるようになるよってことなので、めっちゃ、ね、はかどりますな、これ、はい、うん、こっから、アイテムをバザーで購入することができるようになります。金がどんどんなくなってここでナイトマリーを選ぶといつものバザーのようにバーッとナイトマリーが並んできますので、はい、楽になります。便利。続きまして、これも、非常に楽しみな機能なんですけど、プレイヤーイベント告知、アストリティアですね、ではですね、いろんなあの冒険者の方々が主体になっていろんなプレイヤーイベントの方を告知していて、うんうんうん、まあ、そちらがあの冒険者の広場の方から参照できるんですけれど、はい、こちら、イベント開催情報から、うんうんうん、プレイヤーイベント告知というコマンドが増えまして、こちらをやると今
現在、今日とか、3日先までに行われる予定のプレイヤーイベントが見れるようになります。だからゲームにログインしている状態で、うん、今どんなイベントがやってるかなっていうのが見れるようになります、うん、はい。まあ、これが入って、プレイヤーイベントの方にぜひ遊びに行ってほしいかなっていうふうに思います。5月10日昼と夜やるんですね。そんな2回公演アフロだらけの行きたいから。これ選択していただけるとまずイベント概要って感じでイベント名、開催期間、開催場所とか条件とかが見れます。まあ詳細を見るとまあこんな感じでね詳しい内容書いてありますし、写真とかも貼ることができますので、新しい機能使っちゃってる、はい、ね、本当だ早い。写真1がいいですよ。登録の方はこれまで通り冒険者の広場かお出かけ便利ツールの方から行いますので、イベント開催する方はぜひこちらの機能を使ってもらえるといいかなというふうに思います。紹介する順番逆だったらもう大惨事ですよ。何これ、何の写真は。はい、冒険者の広場にそもそも出ているプレイヤーイベントをゲーム内でやりました。で、逆に内輪でやりたいよって時は投稿しないっていうふうな選択もできますので、はい、こちらに出さないってこともできますので、まあ、そこは選択して選んでください。便利だ、便利、うん、次、バーチャルパッドで遊べるようになりました。ノーパソとかだとコントローラーがなかったりとかするじゃないですか、はい、でこんな感じでじゃん。これ、はい、あれだよね、パッドを使っている人だよね。そうです、タッチ操作とかで、メニュー操作ができるようになります。まあ、こちらですね、こんな感じでコンフィグツールの方から、いろいろと設定することができますので、はい、体験版とかで買ってきて今までキーボード操作しかできなかったんですけれど、はい、パッドでも遊ぶことができますんで、でこれ縦長のタイプと広いタイプ両方ありますんで、はい、こちら選んだりとかすることもできます、うん、そう、タブレット PC ですね。タブレット PC、 タブレット PC、 ロードパソコンとかね。これ、はい、スイッチはダメですよね。スイッチはスイッチはコントローラーついてるから、ね、そうだ、だからタブレットは横から使ってたけど、ドラゴンクエスト10ってスペックが低めても遊べるの。遊べちゃうから、はい、タブレットでも遊べちゃうんだけど、はい、コントローラーいきなり持ってる人ってなかなかいないから、まあちょっと遊んでみようぜっていう時に、うん、タッチで移動もできるし、このバーチャルパッドを使って遊べるようにしました、うんうん、体験版落としたんだけどコントローラーなかったみたいなご意見が結構ありますので、うん、まあ、そういった方はぜひこちらのバーチャルパッドパッドを使ってみていただけると嬉しいかなというふうに思います。遊びやすくなりますね、はい、続きまして、超便利ツールのお話をしたいと思います。こちら妖精のお出かけ姿見という機能が入ります。こちらもですね、動画の方を用意しましたのでぜひ見てください。頑張りました。じゃあ動画お願いします。これいつもの、うん、はい、うん、はい、お出かけ姿見、便利やな、もう、はいはいはい、これはね、なんだろう、もう移動中とかね、使えるし、色も変えられちゃう、しかも保存しておくこともできるよ、コードメモで。読み込みをすることもできるよ、うん、それからプレミアムプランというのもあります。なんだ、まあ、こちらはこの走ってるのって普段ないんですけれど、そういう専用のモーションですとか、もっと使い込みたい人向けのやつね、はい、そうですね、うん、まあ、髪型を変えたりですとか種族を変えることなんかもできます。なるほど、はい、はい、こちらは、iOS 版と Android 版で対応する予定です、うん、申し訳ないんですけど 3DS 版に関してはストレージとかいろいろ問題があってちょっと実現することが難しいです。うん、プレミアムプランっていい、あ、これか、これで、プレミアムプランに入っていただけ と、まあ、30日で400ジェム、60日で700ジェムといったような感じなんですが、うん、カラーをですね、まとめて全部まとめてこのカラーにするということですとか、うん、はい、あと美容院、姿見で美容院で髪型を変えたりですとか、うん、まあ、あとは専用のさっき出た、仕草ですとかポーズが使用できたりとか、あと、自分が本来慣れない種族、うん、服に変えてみたりとか、うん、そういうふうなこともできます、うん、あ、このツールの
お出かけ姿見の中でってことですね。はいはい、で服の大きさとかを、ね、そうですそうです、あの大型だったらどんな感じなのかな、はい、服だったらどんな感じなのかな、うん、みたいなのを見ることができる。使い込む人は別にこれやってもらえばいいし、別に、はい、あのただで使ってもらうとか全然いい、うんうん、まあ、今言った機能以外のほとんどの機能が無料で使えますんで、はい、ぜひあの触ってみていただきたいなというふうに思います。どれは本当にガチ勢の人だけね、うん、はい、あと有料であのコーデメモの枠をたくさんあの買うことができますので、うん、もういっぱい保存しておきたい人は、うん、あの買っていただけると非常にありがたいかなというふうに思います、うん、まあ、しかも遠く入れてたら毎日ジェム、ね、結構もらえますよね、うん、30ジェムかけ30日なんで、そう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 、900ジェムはあのログインで、そうログインだけでもらえるからね、ログインはそうですね、はい、90日使える、すごい使えるからね、あの最大あの180日まで、購入することができますし、医療期間中でも追加で買うことができますんで、うん、あのすげえこれ使っていただける方に関してはあのそんな感じで、はい、プレミアムハイプランに入っていただけると嬉しいです。すごい。で、合わせて、便利ツールの方にマイコーデコレクションというふうな機能が登場します。まあ、先ほど の, あの姿見とかを使って自分のコーデを、コーデの写真を投稿することができる感じになりますね。で、こんな感じであの左の方にある感じ写真に、することができますの で, でいいねとかをもらうことが できるんですよ。こちらにあるようにお気に入りに登録したりとか、そんな感じでいいねの数のマンスリーランキングとかも開催する予定です。あのとっておきのコーデを投稿してね、ランク入りとかを目指してもらえるといいかなというふうに思います、うん、まあ、この、 あのみんなの自慢のコーデを見てるだけでも非常に楽しいので、楽しい、まあ、あとそのこの写真からこのコーデの中身ってどうなんだろうというのを見ることもできますんで、はい、はい、真似しようと思ったら、はい、できますできます、うん、ここで有名なキャラクターが出てくるわけでしょ、マイコーデがすごいキャラクター、うん、そうですね、ファッションリーダーがね、なるほど、ファッショニスタが、うん、はい、このマイコーデコレクションは有料ですか？いや、あの無料です。あ、無料です、使えます、はい、便利ツールさえ入ってれば使えます、うん、はい、それから、超便利福引き場、何何何何何だあの福引きは超豪華な、超便利、これはだって今日要望が多いからやってるんですよ、やってくれってことじゃないですよ、100連100連っていうか100回回せます。いや便利、ほんと便利、ほんと100連福引きをするって書いてある、すごい、受け皿が広いもんね1等が当たった時はこれにしてね、2等が当たったらこれにしてねみたいなあらかじめ設定しておくことができますんで、いっぺんに100枚回すことができます。これどうしたの結局ストレージとかの関係、これ一時保存でしょ、100回そうですね、一時保存、はいですね、これ専用の一時保存をすることになります。 その設定し忘れるとちょっと厄介、1回1回選ぶ、設定し忘れてるとデフォで設定されてるものがあると思いますので、それになると思います。あとで変更することも可能です、うんうん、確定する前に、はい、これ大変、どうやってあの棒福引きの玉落ち表示というか、表示する画面いっぱいに埋まるじゃん、ぜひ試してみてください、ね、どうなるのか一回やってみたいよね、ちょっと、はい、であの100回回すんですけれど、あのロットのディスカウントはないです、2000ジェムです、うんうんうん、はい、あしっかりと、はい、しっかりとね、その分だけはやりたい人だけね、はい、うん、あのすげえあるんだよって方はぜひ使っていただけると嬉しいかなって感じです、うん、なるほど。続きましてピラミッド探索が、便利ツールからできるようになります。探索、ただしですね、まあ、討伐隊に、討伐隊の依頼同様仲間モンスターに依頼する形になるんですが、はい、クリアできるのは6層までです。で、6層かつ1回でも DQ10 の中でクリアしたことがある霊廟に限ります。ってことはアンクの出るのはダメ、いやできますよ、1個は確定できる、あそこ入ってんとこ、はい、こちらの方からあの今週のアンクと、ブローチがついてるところもこんな風な感じで確認できますので、そこだけやっていただいてもいいですし、まあ、全部やっていただいてもいいですしという風な感じで、はい、忙しい人向けですよ、まあ、別に、うん、そうですね、時間ある人は別にゲームの中でやりゃいいだけだから、はい、まあ、いろいろここも議論したんですけれど789に関してはあの自分でやってくださいと、はい、いう感じで今のところ思っています。力6とかも今瞬間終わるからね、そうなんですよね、近道もできますし、うんうん、はい、そう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 、はい、続きまして冒険者の広場についてお話します、
まあ、ゲーム内と同様に、体制詳細を冒険者の広場でも確認できるようになりました。はい、こんな感じで数字がついてますね、はい、それから、キャラクターの背景画像を追加します、うん、了解関係が入ってますね、ナドラガンドの嵐やら水やら、はい、はい、それから、マスタースキルポイントを確認できるようになりました。続いて、討伐モンスターリストというのが新しく入ります、こちらですね、モンスターから獲得できるアイテムですとか宝珠、それから装備品を逆引きできるようになります。はい、なのでこの宝珠誰が落とすのとかっていうのをここから確認できるようになりますので、はい、すごい。ゲーム内ではできないですけども、ここの、そうですね、ここでしっかり調べてから、はい、なるほど、はい、アイテムですとか、修羅箱のアイテムですとか、はい、宝珠っていうのはプルダウンで選択できますんで、すごい、はい、ただし、討伐済みのモンスターでしか分からないです。あ、それは、なるほど、はい、そうなのね。1回でも倒してればいいんですね、はい、はい、分かるようになります。倒さな、なるべく、はい、それから、新たに遊び方ナビというのが入りました。まあ、ドラクエ10も、ね、長いこと運営してきてたくさんコンテンツがありますので、はい、まあ、新しく始めると何やったらいいのというのが分からないので、まあ、レベル上げたいんだよ、レベル俺今30ぐらいなんだよということをいくつか入力してもらうと、これなんかどうですという感じで、問診票みたいな、これおすすめですって言ってる、至れり尽くせり、大きなね、あれだ、なんだっけな、遊園地じゃないや、はい、テーマパークのサイトとか行くとこういうのがやりたいってのあるじゃないですか、あ、そこ、はい、こんな感じのサイトがあるといいなっていうのをつけてもらいました。復帰する人とかもいいよね。そうですね、離れちゃってると何やっていいんだか分かんないんで、そうですね、新人さんだけじゃなくて復帰組の方にも遊んでもらえたらいいかなと思います。親切、うん、はい、残り時間も少なくなってきたところで地味な変更点いくつかご紹介します。水飲んだ方がいいんじゃないですか、ね、そう、声がね、だいぶやばくなってきた。なんか甘いジュースとか大丈夫ですか。大丈夫です。蜂蜜とか、うん、いきます。じゃん、はい、システムログの表示設定を保存するようになりました。どういうこと、これ、わかるかな、こんな感じで4ボタンを押すとメッセージだけとかシステムログだけとかっていうふうにフィルターかけることができたじゃないですか、はい、でこれってログアウトするとこの設定忘れてたんですよ、うん、でも覚えておくようになりました、まあいいね、まあいいね、地味にいい、地味にいい、なるほど、地味っぽいですかね、はい、経験値だけ確認したいとかね、そう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 、そう、あと今シナリオやってるからシナリオメッセージ見たいんだよ、うんうん、意外と喜んでる人多い、うん、待ってた、そうなの、みんな俺逆に俺 そんなにこれいや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 みんな欲しかったんだって、もちろん、いやいや、いいなと思ったけど意外とすごい反応する人が多い、多いですよね、うん、いいじゃん、ね、でもね、次の方がピンとくるかな、これも地味なんだけれど、はい、メニュー表示中も動けるようになりました。これね、静止画だから全くわからないんだけど、装備画面開いても歩けるようになりました。これ全然地味じゃないじゃん。これは地味じゃない。全然地味じゃないじゃん。すごい。で、どうしてもその移動操作とメニュー操作が被る時であるんですよ。はい、そういう時は、上にあるメニュー操作を優先します。必ず。はい。はいうんはい、それはさすがに閉じてくれ。はい、まあ、扉開けたりするって、うん。そう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 。はい。地図と同じかな、うんうん、なので思い出アルバムとか見ながらでも走り回れるようになります。基本的にほとんどの場合で、移動が制限されなくなります。なるほど、うん、便利。結構止まってる時にね、いいねとかされるとね、うん、ごめんなさい、うん、今ちょっと装備をいろいろやるありましたけどね。お宝探しとかこれでちょっと、ね、やりやすい、ね、はい、そうだよね、移動がね、うんうん、ドレアのセンスがひどいこれひどい服だねこのふんどしどうなの小学生前だれ、はい、はいはい、次はこれは地味だな、あ、これ地味じゃない、これじゃない、これは仲間モンスターの裏でピンキーパンサーの色が選べるようになったよってやつね、色が追加されました。ピンキーパンサー、これ地味、これそうね、これが変更後だよね。これ変更後、変更前がどうだったか、変更前どうだったか分かります、今がどうかってことだよね。そう、これ治った、見てないから分かんないな。これお座りしてなかった、仲間に出てないんだ、あ、捕まんないんですよ。なんかこのやり取り懐かしいね、懐かしい、キラーパンサー、ね、キラパン、キ
キラーパン。ようやく治ったかって言われたけど。そうなんですよ。口が閉じたって。口が閉じたってのは。口閉じてもバグ、口てもバグじゃない。そうですね。開いてる時もありますもんね。出ないな。出ないな。これはね、いい地味ですよ。よくないな。地味です。地味。地味。ただ地味。ああ治ってる、あ治ってるねって絶対嘘で教えて。いや、行けよ行けよ行けよ。はい、健康お前、あったあった、出てきました、あったあった、素晴らしい。じゃん、そんなすごいなんかしたアングルが、うん、ねえ、上からないことで、こんな違くはみ出してました、そんな下にいたってちょっとなんか、ね、騙し絵みたいなね、ドッキリ写真みたいな飛び出す写真みたいな騙し絵だもん、下すぎました、下すぎ、下すぎたんだよ ね、 だからね、これ不具合だったってことですか、不具合じゃないです、枠飛び出してますもんね、これ、いや、いきましょう、はい、もう一回お願いします、え、不具合じゃないですか、不具合じゃねえよおえ、バカにしてますそんなやっつけで言われてもやっつけじゃん、懐かしいな、ちょっと俺はとても言えないはみ出しちゃってるもんね、はいはい、次行きます、次行きます、バトエンです、どこ変わったか、変更後、もう変わってるんですね、これ変わった、今と違うってことね、確かに、っていうかこれ出てねえもんな、俺も画角みたいなのあるんですか、分かる人いないよこれ、これはかなり地味ですか、これね、バトエン相当やり込んでないと気がつかない、これね、これしかもこれはちょっとわかんねえな、これはね、ちょっとね、ワイプの位置とかもあるんですけれど、ちょっと答え、ワイプの位置ちょっとわかりづらいね、これいきますね、はい、これです、はい、ターン1のところ、あ、ターン1っていうのが、上と下、このね、帯のところに入ってるんですよ、はい、すっげえ上にある、はいそれをちゃんと見えるように、はい、画面サイズ、解像度とかによるとこの単位置出ちゃってたんだけれど見切ったのね、出ちゃってた、ちゃんと収まるようになりました、出ちゃってた、出ちゃって、出ちゃって、それはすごい、良くない位置にあった、良くない位置、良くない、良くない、変えてもらう、いい方ですね、はい、続いてマッチングの変更点を行います、まず、アストルティア防衛軍で少なくとも、防具を5箇所以上装備していないとマッチングされなくなります、いるんですよ、裸の人が、まあ、蜂にもおるし、ていうか、俺この職業の装備持ってねえし、はい、みたいな人が、いやだって実績のためにそうそう、ちょっとしょうがない、で今回実績増えたから、ね、苦手な職業の実績取れなくなってよかったから、はい、来て来て、なるほど、来て、アンザさんがたまに入れなくなるってことなんですか、靴は使う、1箇所なら大丈夫だから、1箇所なら大丈夫、5箇所、いや、そういうことで5箇所、それから、はい、マッチング変更点に、はい、防衛軍で最大 HP が低いとマッチングされなくなったよ、そんなに厳しくない、レベル90でその90の時のヒットポイントプラスパッシブ取ってれば入れる、あ、だから HP パッシブを大体フルパッシブじゃなくてもいいけど、うんうん、まあ、フルパッシブに近い状態にしてれば入れる、なるほど、ね、パッシブ取ってない人今いないと思うんだけれど、まあ、これニコニキ全員入れなくなるその辺僕は責任持って管理する、その時はヒットポイント足りねえよって言われるから相当低いはずちょっと一回言ってほしいなちょっと一回笑えるようにんだよニコニキよりね、ちょっと言ってそのまま特訓せずにこれさ、リュウザだけ入れないんじゃないかそのパターンはありますね、ちょっと面白いな、はい、次、占い師でデッキが不十分な時は入れなくなったよ、あ、今までマッチングされたら実はデッキ使いませんでした、すいませんみたいな、そうそう、なんかバツってついてたみたいな、そうそう、ずっと総理打ちしてる占い師がいたんですけど職業とかも頑張ってる、そう、さすがに、まあ、デッキ作ってきてねと1個はね、なるほど、邪神の宮殿だけじゃなくてオートマッチングコンテンツ全般が対象になります、なるほど、続きまして、強いサポート仲間が加入しやすくようになります、はい、まあ、黄昏の総選挙とかで装備してなかったりとか、あとドレスアップ装備しかつけてなかったりとかそういうサポート仲間が入ってくるときあるんですね、はい、五郎さん装備式とかでねで、なるべく、その装備ですとかスキルが整ったキャラクターから優先的に入るようになります、ただし
何らかの条件で裸の人しかいないとき、過去世界に行ったときとか、ね、そういうときは入ってきますんで、裸が流行してたら可能性はある。そうね、裸の中でもいい裸だ。ないよ、いい裸とか。とはいえ、普通のときは普通のサポート仲間入ってくるはずなんで、はいはい、今まで完全にあんまりそういうの見てなかったんで、ランダムでね、外れが来ることがあったんですけど、ある程度パラメーターを見るようになりました。うん、でも逆に燃えるかもしれませんね。裸のサポート。おっつって、よしやるぞって。それから、これあくまでもそのオートでサポート仲間が追加されるときだけで、自分が選ぶときはね、はい、自分でちゃんとパラメーター見てくださいね、ということです。はい、まあ、的は今まで通りです。はい、次いきます。コマース、本当地味なんですけれど、バザーで売るときに店売りの値段が出るようになりました。これはありがたいですよ。店売りね。たまにだってなんか店売りより安い値段っていっぱい出てる。あ、そう、出てるのある。あれって。そう、後で店に売ってみたら、こっちの方が高かったみたいなことがあるので。そう、失敗したっていうのあるもん。地味に。いい地味。ありがとうございます。うん。それから、欲しかった。アンヌシアのテラスから、うん、賢者の執務室前に来るようになりました。これはありがてえ。賢者様、奥まったところにいるからね。中途半端だからも上からも遠い。城は広いから、ね。王様よりも、ね、厳重なところにいる。警備がほんのもじゃない。ただ、行くだけね。あ、帰るときは出てください。はい、どこもかしこも、冒険の、うん、旅の扉作るの嫌なので、うん、はい、はい、次行きます。カシャルの水門前にルーラポイントを追加しました、はい、これもね、入り口だからね。そうです、うん、実は大事なところなので結構遠かったんで、ここに、はい、ルーラポイント、そこにルーラすることができるようになりました。地味。ルシェンダもうテラスに出といてくれてよ。いやいや大事でしょ。座らせてあげましょう。ずっと出てたの辛いね。確かにね、ずっとね。初仕事はね。仕事はね。結構年になる。年なんで。はい、次行きます。次。性別限定装備を、この限定をやめました。おお、全部。男女とも性別装備できるようになりました。おお。はい。これも反響がすごい。私にコメントだ。こんなに喜ぶのこれ。分かるよ、気持ちは分かるけど。どのアップデート情報よりもみんな食いついてない。そんなに。白宝箱とかでビスチューとかね、手に書いた時に男だと決めなかったんですけど、見れるようになります。すごい。みんなそんなに女装したから。ねえ。対象はこちらになります。はい。ステージジャンパーセット、ゴシックコートセット、モダンバニータイツとか、ね、ゴシックでしょ、ゴシック。はい。特ゴシックはやばいね。ただし、水着はダメ。あ、さすがに。水着はダメ。そのこだわりは何なの？いや、こだわりじゃなくていろいろあるんですよ、事情が。あ、なるほどね。はい。あ、そっか、男の、そうだよね、ダメだよね、女性がね。そうですよ、ずっと手で隠しながらの。泳げない、泳げない、戦えなくなっちゃう、別物になっちゃう、手ぶらゲームになっちゃう、置いてる水着になっちゃう。一部例外基礎装備とかありますけれど、こちらの職人で作れたりとか白箱で手に入るものに関しては性別限定がなくなりました。そうか、まだ季節物とかだとまだ残ってるのもある。残ってます。なるほど、はい。まあ、でも浴衣とかね、新たな門が開けたと思えばね、これからまだ明るい未来は待ってるわけでしょ。明るい未来。水着も可能性があるわけでしょ。そうですね。いつかはね。いつかはね。水着はないんじゃないかな。セル上がっちゃいますからね。はい。続きまして、バージョン 4.2 期間中の予定を、ざっとご説明します。はい、まずはですね、ジューンブライドの祈り、こちらが6月13日から6月24日で開催されます、2015年の6月に開催されたジューンブライドの祈りと、その1年後16年の6月に開催されたジューンブライドの憂鬱のリメイクになります、はい、にはまとめてお話しすることができます。なるほど。で、こちらのクエストの再構成なんですけれど、一部、変わっていますので、はい、まあ、遊んだよという方ももう一回遊んでいただいて、はい、クエスト報酬の方も新たになっていますので、そちらの方もらっていただけるといいかなと思います。白波ね、うん、白波懐かしい、はい、はい、まあ、紹介報酬新しくなってますので、そちらの方ぜひ取りに行ってください、はい、
続きまして七夕の里、今年あの珍しくね、あの二人にトラブルがなかったんで今年はないんですけれど、今年は平和だったんですね。平和、よかったよかった。オリリンと、まあ、ただここに来たいよというあのイベント班の強い主張がありましてですね、七夕の里を期間限定で公開します。このマップすごい好き。あのお祭りをやってるよって、やってますやってます。で新作家具もありますんで、まあ、ここに来てあの新たに写真撮ってもらったりとかね、ここではさっき の, あのシルエットとかで撮影してもらえると嬉しいかなと。新規で始めた友達とかちょっと連れてきたいもん。そうですね、はい、縁日じゃん。レシピ、レシピとか売ってます、売ってるんだよ、ね、売ってます。こちらの6月26日から7月8日になります。続いて、アストレティアキャラクターズファイルシティポイックリンが、こちら6月の下旬から始まります。こちらも次回の DQ10TV で少しお話ししようと思います。妖艶はい、こちら真夜中プリズランですね、こちら7月の中旬から7月の下旬まで開催する予定です。あの本当に面白いんですっげえ白熱するんですよこれ、はい、遊んでいただきたいかなと思います。これができることになって、次のこれもっといろんなこのシステムを応用してバトルとかいろんなところに使えたらいいかなというふうに思ってます。53、ね、44じゃないっていう、はい。続いて、こちらですね、こちら完全新規です。季節イベントの中での今回の新規ですね。新規、はい、まあ、ムーロンはもちろん出てくるんですけれど、ムーロン3期起点で新しい物語ですです。なるほど、今回の 4.2 での新作季節イベントになります。すごく遊び応えもあるし、最後のエンディングも私これ非常に好きで、すげえいい季節イベントになったなと。ぜひ遊んでこの人はいい人生歩んできてるからね。そうなんですよね、この人かっこいいんですよ。はい、ですね、はい、こちらお楽しみに8月1日からスタートします。おーい、続きまして、あ、トラシカ、トラシカ来たよ。2018、夏休みの頃プレイしま、開催されますで、新しいギミックとかも入ってますし、今週も新しくなってますんで、初めての方はぜひ遊んでみてください。まあ、海といえばね、トラシカ。やってない人もいる、最近始めた人はトラシカやってないですね。はい、うん、コメントもみんな大喜び、ね、あ、去年だってイカだったもんね。イカイカドルボ、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 イカはもうもらえないの？ああ、去年の？去年の。あ、よく聞いてくれました。あの前のイベント開催した景品も取れる仕組みが今回入ってますので、未経験の方、前の持ってない人は前のももらえる。新しいのも入ってるし、前のももらえるよってなってますので、ぜひ遊んでください。だってロッキーの水中大使かなんかがイカのドルボード見て、何これっていう。ね、結構早めに目にしてドルボーね。はい、まあ、こちら、カレンダーにしますと、こちら、ジューンブライド、お宝の写真、まあ、邪神の宮殿の更新とか、今日は一切お話しなかったんですけど、コインボスももちろん7月に新しいのが出ますので、まあ、こんな感じで、まあ、2週間ごとに必ず何かあるような感じで進んでいきます。新コインボスの話してよ。あ、確かに。じゃ次回やるよ、次回。次回ネタ取っとこうよ。まあ今日結構もうすでに1時間半ぐらい喋り続けてる。そうね、結構ね声やばいんですよね。盛りだくさん。まあまあ、大体こんな感じでやるよというところで、まあ、実際何らかの事情によって変更することがあるかもしれないんですが、こんな感じでバーチャル 4.2 の期間遊んでいきたいかなと思います。で、じゃん、いつやるの？5月30日に、バーチャル 4.2 がリリースされます。あっという間。そうですね、ごめんなさい、13週だと23日なんですけれど、すいません、あのゴールデンウィーク休ませていただきましたので、だったら最初から14週に言っとけって感じなんですが、5月30日に、はいはい、リリースしますんでよろしくお願いします。はい、はい、以上情報コーナーでした。盛りだくさん、すごい。ちょっとあまりに盛りだくさんなったんですが、ちゃんとか どこら辺が気になりました？やっぱ写真っていうのがいいですね。写真家としてはね。そうそうそう。いや、まだでもあの賞を取れてないので、次こそ頑張りたいと思います。新機能をね、はい、フル回転して。フル活用して。みんな何の時、やっぱりレベル105ってすごくね。レベル105ちょっと。未知の領域をさらにね、どんどん。オーブは上がらないんです。
ああまだね。達人ノブ、達人ノブ頑張ります。今いろいろ研究会やってます。クエストの、はい、そうクリアするときにオーブいっぱいでって毎回言われるので。うん確かに。レベル欲しいね。まあ、レベル105はすごいですね。そうですね。そうですよね。うん武器もね、私オーブね大変なの。はい、なんで急におばちゃんみたいな。オーブ大変なの。まあ達人の方はもうちょっと大きな回収を考えてそうですよね。はい、今のままじゃなくて、ちょっと複雑ですもんねやっぱりね。そうなんですよ。はい、はい、みんなどうでしたか、ねね、コメントみんなどこが気になってるのかな。ツールやね、その辺のね。ツールね。そうですね、姿見とか体勢とかみんなすごく頑張って作ってくれたんで、うん、はい、普段のプレーがグッド便利になりますもん ね、 ね、あと萌え軍も楽しみ、うんうん、作るね、猫もいますね。あ、猫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 、興味あるね、あれね、うん、あと髪型増やすとってコメントも多いね。あ、そろそろ髪型も今頑張ってます、はい、頑張ってます。髪型も髪型含めていろんな、なんていうのかな、顔全般の今顔っていうか、そうですね、まあ、そういったところやってますよね。オーガの時代始まっちゃった。大丈夫、オーガのあの顎のシャープ、あれがそういうことじゃない、そういうことじゃない、そういうことじゃない、まあ、あの時期が来たまたもうそろそろね、キューベみたいなエルフが作れるみたいな。あ、ぽっちゃり、そうそうそう、ね、キュースケ。でもあのあれですね、ヨシピ散歩とか行ってみんな髪型欲しいよっていうのは本当に分かったし、オーブとあの的をどうにかしてっていうのも分かりましたんで、まあ、そちらは本当にあの、はい、一生懸命考えてます。はい、いつかは発表できるかと、はい、ですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はいはい、ということで、バージョン 4.2 皆さん楽しみにお待ちください。5月30日でございました。さあ、では続いてのコーナーはこちら。はい、教えて青山さん、お願いします。さあ、席を交代していただいて、はい、ね、安西先生、お疲れ様でございます、はい、お疲れ様でございました。続いて青山さん、水飲まないね、明日のジョーの最終回みたいな。はい、はい、じゃあ、はい、青山さんお願いします。はい、じゃあ、本日はこう早速あれですね、画面出していただきますかね、はい、今日はこちらです、聖守護さんの当選記、データで見る聖守護さんの当選記、はい、まあ、一応今日はアシスタントがインコさんというね、まあ、私はやっぱりこの辺のドクロとはね、あの何度か戦ってますから、ね、7秒って言われたら、7秒の写真だったんですか。7秒で1回だけ見たことはデータを取ってたわけ、かけらもないです。勝ったことはかけらもないです。実はですね、すみません、今回こちら側にいるメンバー多分誰も勝ってなくて、はい、安西さんが、開発検証環境では、はい、あのもちろん勝ってるんですけど、はい、それだけということで、私もすみません、勝ってませんでした。3はね、私もあの 1も勝ててないです、はいはいはい、じゃあちょっとじゃあ次のページ行ってください、まずね勝率ですね、これは4月11日スタートしてから、ちょっとまとめる関係があって5月5日までなんですけれど、このようになっています。まあ、強さ3に関しては、13日の日曜日速報で 1.5% ぐらいまで上がってますので、他のもちょっとずつ上がってると思います。それでも 1.5 なんですね。それであの強さの1のところ見てほしいんですけれど、はい、最初 の、 あの初日期は 1.1% ぐらいだったのかな、うん、そこから 6% ぐらいまで上がってるのは、これはまあ多分皆さんあの動きが見えて分かったことかなと思うんですよ、はい、で2回目の 6% から 17% ぐらいまで上がってるのは、これおそらく後でも紹介しますが、おそらく先ほども話ありましたキラーパンサーとかを入れるような形を皆さんが編み出した、うんうん、すごい学校もなってますね。そうですね、育てきってやっと、ね、うん、戦場に持ってきた、ね、倍ぐらいに上がりましたね、どんどん伸びてる。でその次の強さ1って書いてある文字の書いてある右側ちょっと上がってるじゃないですか、はい、30% ぐらいまで、はい、30% に届くから20%。これはですね、大変申し訳ございません、あの、はい、この日メンテナンスをしてサーバー負荷の軽減をしたんですね、はい、サーバーが軽くなったらぐっと勝率が上がりました。申し訳ありませんでした本当に、はい、そういうこともあるな、はい、ちょっと人数に耐えきれなくてこうなってみんながね、こぞって乗り込んだからね、やっぱみんな、ね、みんな言ってたから、そう言ってたからね、言わなくてもいいの。はい、じゃあでも 36.1 まで今、あとそうです、5月5日なんでもうちょっと今上だと思うんですけど、はい、すみません、あの見て、うん、最新の情報までは把握してないです、はい、はい、
じゃあ次のページお願いします。同じなんですけど、今日はですね、この3日間、はい、4月28日から30日がこれ3連休だったんで、休みの日3日間の強さは3・1・2の順番ですけれど、その3つをちょっと分析したいと思います、うん、はい、じゃあまず次のページで、強さ1のこれ時間帯別の勝率と、バトル数あと勝、そうですね、勝ち数ですね、黒が負けで赤が勝ち、はい、で、朝6時スタートなんで6時台7時台8時台って感じで、はい、夜の、あ、夜じゃない、朝の5時台まででピークはピークの7998で出てるのは23時台です、夜11時で、この山が来る前は、夜7時ぐらいで、ね、一番またさ、ガッと谷になってるから、ご飯でやったご飯食べてるの、夜ご飯谷が7時ぐらいですね。そう、あのね、そう、そうなんですよ、ドラゴンクエスト10のお客様は多分リア充の方が多くてですね、ちゃんとご飯食べてますね。関係ないじゃん、リア充じゃないと夕食食わないですよ。何のゲームがそういうのなんですか。データから分かるリア充、キーボードから手を離せない。朝、これね、朝のね、6時直後の勝率が高いんですよね。皆さんこれ早起きの人たち強いんですかね、待ちわびてるのかなと思っていて、もうやるぞって準備満タンで、そうか、6時直後が早い。これ、じゃあ6時直後にやろう。仲間がね、朝を待ってるわけですね。前のめりの人がいっぱいいるわけでしょ。そうだと思う。よし、行ってやるぞ。これ間違って前のバトル数カウントしてなんか変なのになってるかと思ったんですけど、前のバトルってこれ強さ3なので、さすがに勝率下がる方向にしかいかないから、3時ぐらいからガクンと人がいなくなって、そこは結構下がってるんですよね、勝率。そうなんですよね。5時はもう疲れてるのかなと思いますけど。はい。すごい。あとみんな2時には寝始めてる。そうですね、健全ですね。リア充ですね。ハードル低くないですか。随分ハードル低くないですか。夕飯食べて2時に寝ればリア充。じゃあちょっと次のページ、これ次は強さ2、これもあまり変わらない、まあ、勝率は少し下がってますが、そのなんだ、勝率の傾向は朝が高いのは同じで、傾向一緒だ。で、そのちょっと3までいっちゃってください、はい、真っ黒。これも朝が強いのは変わらず、真っ黒なの と、まあ、日が28日で次の日休みだってのもあるでしょうけれど、24時とか25時とかが今までに比べてちょっと多いのは、ね、倒しきれてない人が頑張ってるかな。3の人は寝ないで粘ってるんですね。そういうことか。でも6時の勝率すごいですね。そうですね、まあすごいって 3% なんですけどね。はい、先行ってねえ、先っちょだけ浮かんから。そうですね、これすごい演技でもない。すごいな。じゃあちょっと次へお願いします。これが多分皆さん興味のある、はい、勝利したパーティーの職業で、例えば僧侶、僧侶、天地、天地で行った場合は、それぞれ2と数えた分で単純に合計したものです。はい、強さ1はやっぱり結構いろんな職業が。そうですね、占いが意外と多いですね。そうなんです、占いが多いですね。サポテンってなんか美味しそうですね。まあ、そうそう、文字数の関係でサポート仲間の天地雷鳴詞ですね。はい、ただ勝率が後で出てくるけど、これはね、みんな予想してない。じゃあここでですね、ちょっとこれは皆さん、お客様の、冒険者の皆さんが考えたその強いパーティーなんですけれど、はい、開発時はちょっと違う形でバランス調整してたんで、ちょっとお疲れのところ申し訳ないんですが、安西さんに解説してもらいながら動画を見ていただきたいなと思っています。この間の超会議の時も想定してたのと全く違うって言ってましたもんね、はい、今日ね、うちの品質管理部 の、 テスターさんの精鋭たちがプレイしている動画の方も持ってきましたんで、はいはい、そちらの方ご覧ください。こうやって戦っている人たちもいると思うんだよね。なるほど。こんな感じでパラディン、パラディン、賢者、魔法使いの構成ですね。前回お話したような感じで2つの局面で移動干渉を行って、相手の行動を妨害しつつ中心で、火力で攻撃するというふうな想定です。パラ、剣、魔、僧侶なし、はい、体力が、そうですね、でローガスの方が比較的軽いのでパラディン戦士だったりとか、あと賢者も戦士でも押せるからね。はい、戦士でも押せます。それから賢者魔法使いのところが占い師が入ったりとか天地に変えたりとかっていうような感じで戦っていました。はい、はい、これでローガスだけ倒しちゃって、はい、ローガスとは音量の方になってますね。はい、で
結構あのレギルラッツとかの範囲攻撃が前方に長いので、はい、まあ、そちらに注意しつつ、あと前も後ろも注意しつつっていうような感じで、魔法使いたちの難易度が高い、ね、ちゃんと押してるですね。はい、これね、3はね結構厳しい。そうですね、今ではこれでいける、まあ、こんな感じでシールドブーメランが来たら避けろよって感じ。あれやめる間に合わなかったけどね。はい、この動画はレベル強さ1位ですね。はい、はい、1、2まではこの戦い方、1、2に関してはパラディンが押せる重さになっていますんで、はい、まあ、こんな感じの編成も試してもらえるといいかなと思います。3に関しては、押し切れません。拮抗はいける。拮抗いけます。はい、拮抗ですね。あ、そうなんだ。まだいろんな職業でもいろいろ 1,2 であれならば、でバランス調整の時はこんな感じのパーティー編成で試してて、安定すれば、あの大きなミスがなければ勝てるかなって感じでやってましたね。はい、現状の、製品、あのお客様 のなんか冒険者の皆様は今と乱戦で戦ってるかなと、でこの構成になってるかなと思います。じゃあサポートで3ってできないんですか？倒した記録はありますけど、やっぱ少ないですね。あの1人とサポート3人ってことですよね。はい、そうです。あの、ありますけど少ないですね。あるんですね。はい、会いたいその人に。会いたい。会いたい。3? 3? あ、3? 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 3?
で瀬戸さんってことですか。そうです多分ないと思いますね、はい、調べたことがなかったと思います。でも一覧は全然あるんですよね、はい、全然までじゃないですけど、はい、でもありますね、はい、初日からあったんじゃないかな、うん、そうですね、あります、はい、うん、はい、じゃあ次に行きましょう。次はそのさっきおっしゃった調律なんですけれど、え、なにこれ、要はね、これ上手い人がいるんでしょ。魔法戦士が高いのは先ほどの通りで、数は少ないので勝率が出ちゃうのはその上手い人が単にやってるんだろうなと思うんですけれど、めっちゃ上手い魔法戦士がいるわけでしょ、おそらくね。で、多分魔法戦士が入ってるってことは速度は討伐倒す速度を速めたり、うん、何回も倒すときに、はい、そのアイテム使わずに MP を消費しないように済むとかって、うん、何回もやる人がで何回も勝てるような人がいるからきっと高いんじゃないかなっていう推測は、うん、担当者がしていました。はい、はい、あとはキメラがちょっと思ったより高いですかね、勝率は。そうですね、キメラですね。キメラだったんだ。このテル噂話は聞いてたんで、キメラと2人で行った。なるほど、待って待って待って、2人で、キメラが重要になってくるのは結構後半ですから。そっか、どんどん僕ボロが出てきますね、まずいなこれ、ね、すごい、なんかすごい優先して自分を蘇生してくれるから近くでみたいなね、の話聞いたことは、ね、位置取りを、うん、位置取りが1位出ません。さっきのグラフだと入ってないのに3の方には入ってないですね。強さ1の方にはちょっとギリギリ入ってました。はい、戦士、魔法戦士がちょびっとね、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、これは行動、ちょっとまあ内部的にアクションって呼んでるんですけれど、行動のトップ10を出してみました。プレイヤーキャラクターのみなんで、キラーパンスの稲妻とか、カカロンのデフォーナーとか入ってないんですけど、こうメイド風魔がもうなんか1位って感じですからね、うん、いっぱい打たないと。あとは占いの塔も入ってて、下の方にアイテム、これも MP を補充するのが多いですかね。あと世界樹の葉、すごいね、世界樹の葉すごいな、デホマラーより天使の方が多いんですよね。そうですね、すごいな。まあそうですね、いわゆるもう天使と一発でいかれるっていうところ、死んで起こしてってことなんでしょうけどね。やっぱ1、2ぐらいだと賢者の聖水とか妖精の霊薬とかで済ますけど、うん、もう3はそんな余裕ねえから、エルフの飲み薬飲まなきゃって話かな。なんか市場でも高いんですよね、エルフの飲み薬今ね。今高い、5万5000なんですよね。かなり上がりましたね。高い。まあだからキラパンとかいたら稲妻とかヒーリングオーラとかも入ってくる。あ、そうですね、ヒーリングオーラとかも多いと思いますね。稲妻も相当打たれてると思いますし、ね、うん、これはプレイヤーの行動特典、プレイヤーのサポートなんかも入ってないです、うん、まあ、現場解放が入ってるんでヒーリングオーラは相当打たれてるんじゃないかなと思ってます。現場解放してもヒーリングオーラしない時あるんですよ、マヒアドウしますから、攻め攻めで。いやでもそれにしてもありがとうカカロン。じゃあ次のページで、ここクイズに、あ、クイズというかちょっと考えてほしいんですけど、召喚現場の割合を。いや、そんなのそんなの、まあ、1位は、はい、多分もう皆さん予想通りなんですけれど、はい、まあ、召喚現場って4人いて、カカロン
くしゃらみさんとバルバルとバルさんじゃないですかこれ。バルさん攻め切る。ドメさん、ドメさん、バルさん。さん一択でしょ。まあもう何パーセントみたいな感じなの。そうですね。そうそう。あと順番、順番です。2位が何かみたいな。なるほど。うん、あるとしたら、ね、勝利の瞬間に何を出してるかでしょ。違うんです。勝利いやいや。何回召喚したかです、ね。あ、そういうこと。なるほど。じゃあ次もう行っちゃいますか。行きましょう。はい、もうなんか皆さん予想通りですね。これね、100%時計かなみたいな。99.9%実はあの隙間があるんですね。白い線最後の最後に細胞分裂みたいになってます。最後最後にバルバルっていうパターンが結構あるかなって話を。追い込みでね。追い込みで。赤いぞと。はい。言ってません。でもほとんど本当に 0.1% ぐらい。面白いな。じゃあ、 あの線みたいなところにバルバルが入ってる。そうそうそう。緑で塗りつぶされるぐらいしか。ぺちゃんこになってるわけです。まあ、でもなんかコメント見る限り予想通りでしたね、ラッツ。すごい。はい、じゃあ次行きまして、はい、今度は占い師のタロットですね。あの上位は全部等なんですけれど、はい、さらにあのバラモスブロス、バラモスゾンビは、ね、あの打っても確率でなくならない、消費しないやつなので、その辺が上位にいますと。でキングヒドラはオーラの時に打つとダメージ上がるので、はい、要はあれですね、魔王のイザナイで呼んできて打つっていう、その3つで打ってるって感じですよね。でスイートバックもあの打ってもなくならないやつですね、はい、上位ほとんどそれですね。で、あとその下にあるデュランとかキングエレファントはこれは確率とか一定の条件、まあ、デュランだと HP マックスで2回発動する、うん、なるほど。なので結局これも塔を連発するっていうことになってそうですね。塔すごいな。塔こんな入れるんだ。まあ、稲妻と、まあそうです、雷属性の攻撃、冥道風魔、稲妻と全部同じですね。はい、本当審判もありますし、占い師はかなり強いですよね、有効というか、はい、あとはそうですね、あの三日射程を伸ばす三日窓とか、範囲を伸ばすマットスミスに恋人を入れてるんですね。まあ、恋人の魔術師でテンション上げて戦うって感じですかね。はい、でバズズが、そう、強さの時バズズが入ってるんですけど、ね、バズズはテンションを消費しないやつなので、テンション上げてバズズで打って、テンションを消費しないで打ってるのかなというのがここから見えますね。すごい強い、考えられてた敵。そうですね、ね、データで分かりますよ、面白い。ここにたどり着くまで結構ね、そうですね、難しかったでしょうね。何枚の葉っぱが消えただろうかすごい。じゃあそれでも勝率はね、はい、ねえ、まあ、ビビたるもんですもんね、3とかは。じゃあ次へお願いします。はい、この今度は消費したアイテムの、トップ5を各調査ごとに並べてみました。そうですね、まあ、1は NP 補助が多いですかね。それでもエルフのルースでも使われてますね。はい、ふわふわ綿あめは、ちょっとごめんなさい、技名忘れちゃいましたけど、あの、はい、ジャンプ避け攻撃があるので、はい、もうジャンプしながら打ってる人いるんですよ、多分ね。なんかそう聞きましたが、はい、3日間で消費された世界樹の葉は約10万枚でした。なんかもうアストロピアの危機な気がしますけどね。地球に優しい人がいるんですからね。増えないと。世界樹確かに、職人しないと。あ、そっか、あれか、キラパンだと世界中の雫だ、あ、違う、世界中のエルフの飲み薬だとちょっとリッチすぎるから、そうですね、契約で済むんだね。あ、そっか、そっか、 MP 全然ないんでね、上限が低いんで。あ、なるほどね、うんうん、はい、考えられてる。はい、じゃあ次、これ最後です。最後ちょっと問題にしてみました。これ何の推移でしょうかという問題ですね。何数、ちょっと待ってくださいよ。4月の1ヶ月間ですね。これ聖戦が関係あるんですか？あ、そうですね、関係ありますね。ミリラツに関わることのグラフ。4月12日なんで、ちょっと真ん中よりちょっと左ぐらいに、徳山、あ、徳山じゃない、聖職さんの当選期が始まったですね。うん、2本線があるってことですか？はい、上と下。ここに消費量じゃなくて、あ、コメントに分かった。キラーパンサーとキメラ、そうですね、捕獲数、そうですね、まあまあ大体合ってますね。じゃあ答え次のページで答え、天然、はい、天然じゃない方ですね。あ、天然じゃない方、幼児の方、
養殖の合計超お出かけ超便利スールの卵販売所で売れた数ですね。あのキラーパンサーは4月の3月末でしたっけ、あのキラーパンサーの卵まだ出たばっかりで、そうですね、そうそうそう出たばっかり、しばらく高かったんですけど、はい、ちょっと落ち着いた頃に今回の話になってグッと上がり、うん、キメラはずっと前に出てたからもうね、ほぼほぼゼロやったの。ああそうかそうか、まだじゃあキメラ持ってないっていう人が慌ててキメラを養殖から入る、そうですね、孵化させた、私がこのその一人だったりします。私もその一人全然その一人、そうだ、全然その一人、全く売れてなかったわけですよね、キメラが、スーから毒って感じだと、毒が腐ってたんだね、キメラの卵も腐ってたんでしょうね、孵化せずに。マドルロードとかで使ってましたけどね。そうだよね。ね、ましたよね。はい、強かった。一瞬使ってた人いたけど。風系とかね。うん。強かった、ね。豚派だったから。豚って。確かに。豚優秀ですよね。そう、豚の方だった。はい。私からこれ、これ情報はこんな感じですね。はい。はい。じゃあ教えて青山さんのコーナーでした。はい。ありがとうございます。さんはアシスタントあの傍観者でしたね。いやーためになりました、ね、楽しかったですね、これね、はい、傍観者、いやデータ見るだけでも面白いっていう ね、 ね、うん、あコメントでもやっぱこういうコーナーいいねっていうね、やっぱ知りたいんですね、世界で10万枚消費とか面白いもん、ね、皆さんの努力がね、開発も結構その運営さんがこういったデータをまとめてくれて、うん、まあ、それを見てこういう対応しなくちゃねとか、ここはなんとかしなくちゃねみたいなヒントにしてますね、観光検査たちの一日も分かるようなね、ああいう棒グラフの、ね、ね、時間によって ね、はい、ね、規則正しい健全な人が多いっていう ね、はい、ね、データでございました、はい、はい、ということで教えて青山さんのコーナーでした。い続いてはこちらのコーナー、はい、超ドラフトコロシアム、負けねえぞ、もう気合入ってる、負けねえぞ、はい、ということでここからはなんと、はい、ここにいるメンバー全員でコロシアムに行って対決します。おいまさかの企画です。そうですね、はい、まあドラフトっていうのがついてましたので、はい、まあ、よく有名なの野球のドラフト、ね、ね、会議っていうのがあると思うんですけども、はい、まあ、代表者が獲得したいメンバーを一人ずつ指名いたします、はいはい、被らなければその人を見事獲得できますが、被った場合は、まあ、ドラフト会議では本来はくじ引き、はい、封筒からやるんですけども、今回はじゃんけんで決めていこうということでございます。はい、はい、ということでそのリーダーとなります、はい、メンバーを選択していくのはゲストのお二人ということで、加藤なつきさんとインコさんの、はい、分かれたいと思います。よし、インコはやべえ、インコやべえぞ、インコチームやべえぞ、インコは嫌だ、インコは嫌だ、インコは嫌だ、いや本当にこれリーダーになってですね、はい、選ばれないという最悪の事態は回避できたんですけど、最後まで残るみたいな、それは回避できた、それは嬉しいなと思ったんですけど、はい、拒否権はないです、はい、拒否選ばれる辛さが皆さんにはあると思いや大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、はい、じゃあもうホワイトボードが2人の手元にあるということなので、はいはい、じゃあ早速ただちょっと皆さんのコロシアム状況を知りたいですね。確かに俺はまあ、戦士、あ今日多分できるのは戦士、レンジャー、賢者あたりはできます。あ、まあ、ある程度臨機応変に変えられるっていうのが、うんうん、アピールタイム、私のアピールです。アピールタイム、あ、竹岡さんは、僕は全職業程よくできる感じ、はいはいはい、でもオールラウンダー、でもさっきちょっとログインした時、はい、コロシアムの人黄色くなってました。そうなんですよ、コロシアムは全く通ってないこうやって見ると俺もね、コロシアムそんなにはやらない受け付ける人に小さなコインもらいましたあ、サンビタリアのやつ、はい、はい、それぐらいの感じでも竹岡さん総力含めめっちゃいろいろやってますね。まあまあそうですね、全部の速攻スキルとかは振ってますし、武器スキルがないとかいうのもないです。そういうのもありますね、はいはい、さあ一応聞きましょう、 V、 いや僕も戦士、賢者、魔法使い、レンジャー、スーパースターできます。おあとあんま加藤なつきさん知らないかもしれないですけど、結構奇跡は起こすと思うんで、あ、ミラクル、ミラクル、ミラクル、なんか面白いことは起こると思う。ミラクル面白いことが起きる、確かに一人で残って、はい、なんかしらね、最悪の状況で勝つとか、ね、あったりしますよ。奇跡売りとか、私は今スキルバリバリ振ってるのが占い師と天地雷鳴師なんで、
使えないんです。そうなんです、まだ使えないんですよ。まだ使えないんです。次のアップデートではね、大活躍やったんですけど、僧侶と賢者と魔法使えば多分、あ、でもその3つはあれば、うん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 、安西先生、私のキャラクターはモヒタンと言いまして、ドアコです。外見だけは分かります。僧侶と賢者と魔法使いができるかな。賢者多いな、意外と。あとカミルの服着てます。雰囲気ね。松崎さんは僕に選ばれたんですか。え、変わったんですか。インコさんに選ばれたいかって言ったら選ばれたくはないです。まあまあご自身が何をするかっていうところもね、重要ですよね。残り枠3人も。確かにそうなんです。でも逆に気は楽かもね、インコさんのとこに行ったらね。うんうん、いや僕は厳しいですよ。加藤さんは何で行こうっていう感じですか。私は死んでも怒られないバトマス。なるほど。いいですね。特攻していくと。特攻してってもう全力で切る。なるほどね。はい、インコさんは。僕は僧侶です。あ、そうなんです。嘘、コルシアム何回か企画とかでやったりしてたんですけど、僕はあのちょっと攻め込む側に向いてないんですよね。なるほど。なのでバックアップして、はい、バックアップしたんですよ。バックアップ向いてるんですか。バックアップを別に向いてるかっていう。でもなんか分かんないですね。僧侶ばっかりで粘るみたいなね、戦い方もありますもんね。ポイント永遠に取れないじゃん。ゼロゼロに。いや困ったな。まず。じゃあ一人目を、はい、書いてください。第一巡、はい、一巡目ね、はい、見えないように。第一選択希望、選択希望、お願いします。はい。じゃあ同時に見せていただくという形にしましょうか。うん、それでは第一回希望選択選手、どうぞ。こちらです。おお、加藤さんがツバキさん、そしてインコさんが、インコさんやっつけやんのかよ。違うじゃないか。奇跡を呼ぶ男 V さんを指名いたしましたということで、かぶりがなし、うん、ということでそれぞれのチームに配属となります。よかった。まあまあまあでもなんかちょっとあの V さんとインゴさんでなんかおかしなことが起きる可能性があとは何か起きそう。うっかり加藤さんに選ばれたらもう後々までずっとそれ言われそうだなと思って。すごい自慢されそうだ。すごい自慢されそう。いそう、うん。さあということで、はい、じゃあ順番、はい、V さんはあちらの、はい、あちらの方に、まあ、V さんいつものはこうだからね、いつもの方に、じゃあ居心地なりきたしな。では第2巡目、第2回、ちょっとまさか取られると思ってなかったから、ちょっとパンチョさんですね。パンチョさんですね。僕らの時代はパンチョさん。読売ジャイアンツ。声です、はい、さあなんか斉藤 P はちょいちょい組ませてもらってる時に、はい、なんかあんまり、え、違います。俺はだから何だろう、あの勝ちとか負けとかよりも面白さを取っちゃうんですね、うん、なんか あんまりなんか肝心な時に、はい、あの葉っぱ使ってくれなかったりとか。あ、これは好感度低い。もしかしたら今俺ね、ちょっともうちょっと、もうちょっと周り見てっていう瞬間があって、あ、ね、一枚も持ってるかない可能性がある。あ、なるほど。葉っぱケチ王子って言われてる。そうだから、ちょっとケチってるのかなっていう。これ99枚持ってるか0枚かだから、どっちか、ね、ケチってるわけじゃないとないっていう場合だね。あ、ケチ王子、はい、ケチ王子。じゃあ2巡目行ってもらいましょう。でもね、ヨースピーとか1巡目にね、指名されるっていう。いや、俺もそれで、あのこれまで、いや俺も正直そう思ってます。これまでのバトルコンテンツでは関係性でちょっとあのそうですね、不安よく、なるほどね、それはしょうがない、今まで生きてきたみたいな。ね、それはしょうがない。さあ、かけましたでしょうか。はい、かけました。はい、では2巡目参りましょう。希望選手はこちら、どうぞ。ここで僕は、おお、おそう、加藤さんは、私竹若、はい、そしてリンゴさんがヨースピーということでございまして、はい、なんかもうだって MC2 人といらない2人になってるよ、大丈夫か、はい、大丈夫かな。僕にあの絵が見えてきました、だんだん、はい、ただなんか本当にヨースピさんって書いて、さっき斎藤 V って継承略にしてしまったと大変なブレーンを働きました。いやでもチームリーダーですから大丈夫です。リーダーだから大丈夫、はい、監督なんで、はい、ではヨースピが、はい、移動します。はい、でもらって、うん、今のところかぶりなしですね。ああ、本当だ。はい、ということで3巡目
安西先生なのか、青山先生なのか。いや、ちょっとドキドキするや。私、結構ゼルメアだけどいいのかな。ゼルメア装備でいきましょう。ね、行きましょう。では、はい、3巡目希望選手はこちら。こちらです。安西先生。ここで初めて被って、青山さんの表情がですね。僕こっち向けないって言えないということで。でもしょうがない。だってやめる必要ないって言っちゃってたから、ね。それは結構大きかったです、ね。それはしょうがないよね。うん、さあということで、さあ今からじゃんけんで勝った方に安西さん、そして負けた方に青山さんと。なかなか酷な現実が、ね、はい、待っておりますが、いつもインコさんポジションなんで、まあ、勝負事なんで、しょうがない、行きましょう、はい、行きましょう、最初はグー、じゃんけん、ポイ、ノーサイドでいきましょう、頑張りましょう、青山さんが決定いたしました、よし、頑張りましょう、ではでは、ログインしてまいりましょう、はい、選んでもらって申し訳ないですが、携帯取ってきます、あら、忘れ物、ちょっと安西先生、忘れ物、また忘れ物してる、完全にしてましたね、あと計測ちょっと、あ、ということは、はい、加藤のスチャチームが私と竹若さんと安西先生、はい、いや、ちょっと頑張らないと、ドキドキだ、コロシアムとかね、久しぶりですね、番組内でやるのも相当久々な、みんなコロシアムやってる人どのくらいいるんだろう、見てる人でイベント参加したって人ね、結構でも盛り上がってます、え、皆さんランクってどうですか、 F です、はい、もちろんもちろん聞くまでもないです、はい、おっ、あ、じゃあアンケート、はい、どちらが勝つか、アンケート皆さんご協力お願いします、意外とインスいけると思うよこのチーム、はい、インコさんチームとインコさんチーム、青山さんだってゼルメアでだって4層まで行ったんですから、そうなんですよ、青山さん、ね、僕は冷静にこの1取りのアンケートだと多分7-3で我々が3ですね、嘘、はい、いやいやいや、大体わかる、わかります、4-6で俺ら勝つだと思う、4-6しますよ、うん、じゃ殺し合うのは難しいだろうからあっ、おー、接戦接戦、いい勝負で、いいですね、うちのチーム、加藤さんチームが負けてるじゃないですか、アンケートで僅差だ、勝ちましょうよ、 5% ほど、ね、4% ほど、構成同士だね、私でもはい、この今日コロシアムをやるって聞いて、はい、チームの人が武器を作ってくれたんです、おで練習をしました、確かにいい表示が結構コロシアムになってるんだと素晴らしい、頑張りましょう、そのチームの火力になる、どういう構成でいきます、どうしよう、できる、竹岡さんならできます、僕はある程度何でもできますからね、私そう、よけんじゃん、魔法ぐらい、でも、スパイさん、けんじゃん、はい、はい、ボイスさんがスパで行くにあったら、僕もスパで行こうかな、出るちょっと、スパがいると、魔法はやめた方がいい、あ、それで、結構短いじゃん、けんじゃんは大丈夫です、はい、ただいけるんで、リンク応援にやってもらっていいか、どうしよう、ちょっと、確認しよう、どっちでもリンク応援してなかなか危ないですけど、これ大事ですよ、ちょっと作戦会議というとね、じゃあ構成も決まりました、こちら、こちらはもう準備で OK ですね、え、早い、はい、チームを組まないと、あ、そうですね、あ、確かに、すごい、はい、もう、うん、はい、ここの、あ、わかりました、うん、じゃあ、私を誘ってもらえれば、いや、これもどうなるか想像つかない、頑張らないと、あ、でも困ったらあのメガネのあのおじさん狙えばいいと思います。3人。メガネのおじさんは3人いるんですよ。こっちは。メガネのおじさんだらけなんだよ。インコさんのことと思ったら3人いた、ごめんなさい。服が2人とドアが。何で来るんだろう。ヨスミ絶対連打だ。やばい、俺だけちょっと目立つ。目立つ。攻撃対象になりやすい。狙われやすい。エルフ。ウェディか。
で V がスパで陽子絶対連動。じゃあ、ね、あ竹若さん誘いますあすいませんはいで椿さんが私を誘ってくれれば、はい、じゃあリーダーのなっちゃんにここで誘ってもらうとああじゃあ椿さん誘ってあーそうかそうかリーダーをカットさせてしますねはい、ちょっとこれどうなんのかもう想像もつかないねはい可愛いこの服しかもちゃんとダークアイいや勝てるでしょさすがにさすがに特訓したつま加藤さんと、まあ、今言っちゃいますけどさっきあのリハーサルの時俺以外全員 S プラスでしたけど、はい、ポイントゲッターで勝ちましたからねおそこで運を使い果たしたっていうことですねその職業入れないあそうあの違う今ちょっと転職しに来てどうしようかなあこれもできますこれなるほどいい、ねうんうんうん、それも、まあ、ありですいいですね、はい、それにしようかな、うん、いいですよはい、はい、こちらはもう大丈夫ですよいつでも、はい、はい、いけますよいやちょっと緊張しちゃうんだけど緊張するえこれでもこっちの方がいいよねこれとこれがいいんです最初うんうんうんよしまあ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 頑張ります、うん、頑張りましょうご飯ご飯中入ってからでもそうですねうん、うん、さあどうでしょうかはいこっちも準備一応はいでは練習は結構誰もほぼほぼ喋ってないね生放送中ですよ妙な真剣味がなんか体勢とかねみんな普通に見てないとか、ね、すいません大丈夫ですか大丈夫かな、うん、さあ構成とかはその時でいいですねはい、はいはい、こちらはエントリーをした状態なので誘ってもらえればはい了解です、うん、じゃあドキドキ確かに相手のパーティーコースのシーン分からないですからね、はい、出てますかかなそれ向こうチームの絵面が地味っていうコメントが来るのあ間違えた危ない危ない危ないはい、行きましょう、行きましょう。エントリーをすればいいんですか？エントリーはもう、ね、インコさんを誘ってもらえればいい、はい、はい。練習バトルのエントリーをしてあるんで。はい。指定を待ってるパーティーいない。あ、じゃあもう一個。そうですねって出てますよ。これでいい。はい。ね、あ、これで OK なんです。もう一回ちょっとやっていただければ。はい。練習バトルで。いけますか？インコさん出ないですか？あった出た、はい、いた、よかった、はい、OK です、はい、行きましょう、しました、返事しました、お待たせしました、すみませんお待たせしましたさあ、頑張ろう、よろしくお願いします、えっ、ー、と、俺らが勝つ可能性が8割だっけ、あるけど違います、そうですね、8割、票半分です、4割です面白いことをしてくれると、はい、そう、きっとね、向こうはねさあ、誘いを受けたら、はい、行けますかねこちら OK です、準備はい、はい、行きましたうん、始まった。ドキドキ。来たよ。こちらは、4人と亀様が2匹です。なるほど。なるほど。いい構成じゃないですか。こっちの方が。恥ずかしい。見られてるんだ。すげえ食べてますよ。何食ってるの？何食ってるの？誰か。ちょっとこっちの音バレるバレる。おお。来るよ。声出してこう。いきましょう。そうですね。大体ラップで。バトル始まるとシーンが来ちゃう。声出してきましょうね。数人体制で。ケーキ漬けに暗黒の霧やっとくからここで、はい、
ボディガード。あ、竹岡さんちょっと、あ、右に行く、右に行く。行くなら、風切り行くください。はい、いや、恥ずかしい。操作を見られてるっていうのが。おー、いいぞ。あ、ごめんなさい。なっちゃんを守れ。いいや、大丈夫大丈夫。これで胸ブロックだ。勝ったよね。やったー。
った。弓でよかった。弓でよかった。よかったよかった。いや楽しかったですね。ポイント的にはもう圧勝でした ね、 もうね最後ね、初めてなんか最後ギリギリまで本当30点ぐらいしか差がなかったんですけど ねやっぱもう最後で爪の甘さというかだって俺たちは逃げたのは失敗なのそうですね、ちょっと逃げない方が良かったやっぱ弱気になると負けるんですよ、こういうものって違う、なっちゃんがすげえ勢いで攻めてくるんですよいやー頼もしかったな、ね、なっちゃんさすがですよね、すごい最後の追い込みといい、ね、作ってもらった武器で、ねはい、こちらはサポートしてるだけでポイントがそう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 、あのもう終わりましたんで戻ってきてください、はい、いつまでも、はいロガートはいやーよかった最後、いやめっちゃ楽しかったわ、いや面白かったですね、なんかね逃げてたけどずっとね弓の範囲にいるんだよね逃げ切れてない、逃げれてない、逃げれてない、弓よかったね、弓よかった、すごい、はい、はい、じゃあちょっとログアウトをして、はい、間違えた、いやなんか盛り上がりますね、なんかね、いいですね、うん、なんでしょうね、勝因敗因みたいなところは、でも最後までギリギリどっちが勝つか分からないよ、ね、そうですね、はい、残り30秒の時点で、はい、まあ、我々はリードはしてたんですけども、はい、まあ、まさにあの鬼の形相のかと思います、はい、頭からあの勝が入ってます、はい、あの逃げろっていうのがね、そうそう攻めていいんだもんねなりましたもんね、どこに向かって逃げてるのか ね、うんうん、ね、うん、あポイント取っての尻尾だなみたいな、ね、違うんですよ、逃げろって言ってる中でも自分でちょっとカメラアングルを調整してるんですよ逃げる絵をちょっと今から抜かれてる抜かれてるっていうのをちょっと計算を、逆方向から来てそうなんです、はい、いやでも幻惑ね、うちのチームみんな入れられた時はもうダメかなって、はい、そうそうそう思ったけど、ね、途中からね奇跡は起きませんでしたね、はい、ちなみにですね、あの入れましたよ僕ね、はい、あそうそう入れてた、あのちなみに、ね、あの夏希さんのキャラはコピーキャラになりますよね、はい、はいはい、そうなんです、フレンド申請とかしてもねダメですので、その点だけはご了承ください、はい、まあ、だからあの呪霊で貼っててもいないですよね、あの名前はね、そうですね、はい、ただ L 王子ではなく L 王子なんですよエルオニでいる、いや面白かった、いや初め V がね突っ込んできてひたすらお金まいて、その後ね二度と V を見ることはなかった途中でなんかお金なくなっちゃったコロシアでもう使いませんって制限ありますから、ね、盛大に使いすぎちゃった、はいね、はい、ということで以上、はい、超、ドラフトクロシアムでした、続いてのコーナーはこちら、はい、ドラゴンクエスト夏祭り2018、はい、ということで今年もこの季節がやってまいりました、はい、先月の放送で開催の発表がありましたドラゴンクエスト夏祭り2018につきましての続報を陽介からお願いします、はい、まあ、前回お伝えしたんですけども今年は東京と大阪の2会場での開催が決定しまして、あのねロゴをちょっとよく見るとですね、はい、イーストはなんかね、高いタワーっぽいのがなんか書かれてて、ありますね、出るかな、あこれとは、ね、まあ、あれなんですよ、まあ、後でこの後出るかな、はい、で、ウエストはなんだろう、ちょっとお城みたいな、お城三角屋根のそう、お城みたいなののタワーあるじゃないですか、はい、あれですよ、あれね、名前言うとなんかいろいろ問題あるみたいな、なるほど、はい、大阪といえばみたいなね、あ、ありがとうございます、はい、それがデザインが入っている形になってます、はい、はい、ということで改めて各会場の、開催概要から見てまいりましょう、はい、まずはドラゴンクエスト夏祭り2018イーストの方からご紹介します、2018年、7月29日日曜日、11時から19時予定、はい、たっぷりでございますはい、こちら開催となっております、会場は東京ビッグサイト西サンホールとなっております、入場は無料となります、はい、まあ、これご覧いただいている通り東京会場は今までずっと招待制でやってたんですけど、はい、昨年は当日ね並んでいただいたら入れますよみたいな形でうまいことお客さんで回せたので、はい、今回も待っていただくかもしれませんが、一応自由入場制とさせていただいて、はい、なのでですね当日フラッと来たいぞと思ったら来れるようにしました、うん、ただもちろん混雑状況によっては入るのがちょっと遅くなったりはするかもしれないんですけど、はい、その点だけご了承いただいてなるべく多くの方に来ていただきたいなというふうな開催をいたします、素晴らしい、はい、はい、お待ちしております、はい、
ただですね、会場の混雑状況によっては、ご入場までにお持ちいただく場合がございますので、はいはい、あるかもしれませんので、はいはい、あらかじめその点はご了承ください、はい、なるべく、ね、待機場所もちゃんと確保できたので、はい、今回そういう、はい、並べる場所をちゃんと確保できたので、ね、暑い時期なんで、ね、はい、はい、なっております。さあ、そして続いてはウエストの方のお知らせです、はい、2018年8月25日土曜日、11時から19時の予定で開催となっております。会場は梅田芸術劇場、こちらも入場無料となっております、こちらはですね、例年通り完全招待制となっておりますので、詳しくは、目覚めし冒険者たちの広場にて詳細ご確認の上ご応募ください。大阪はね、今まで通り その招待制という形を取らさせていただきます。はい、はい、というわけでですね、今回開催時期が東京と大阪で結構空いてしまうのと、そうですね、その会場の作りがそもそもビッグサイトは多分平で、はいはい、いろんな、去年とかはいろんなブースを出す形にしてたかな、はいはい、なので梅田の芸術劇場は本当にすごく立派なステージなので、各会場の開催内容についても全く違うものをやりたいなと思っておりますので、そこはね、まさに今検討中です、うん、あとゲストについてもただいま全力で調整しておりますので、はい、そちらは来月の DQ10TV でご紹介できればいいなと思っております、うん、じわじわと、はい、はい、というわけでさらに台本にはないかもしれませんが、はい、こちらが緊急決定いたします。いいですか、はい、こちら初心者大使丸投げ企画が決定いたしました。丸投げ東京と大阪の2会場合わせて100分間、100分、いや、すごい初心者大使で使っていいので、マクマの、ね、枠、今までいろんなことやってきたじゃないですか。やりましたね。そこを大使たちに任せたいなと思います。ね、夏祭りだと龍座の部屋もあったし、うん、あとは運動会とかね、はい、サンタとかでも、うん、いろんなマクマ企画をやってきてるわけですよ。ブランジェドーラもあったしね、はい、うん、はい、ただカオちゃんに酒を飲ますなってことだけはもう分かった、うん、それだけは分かりました。ゲームをね、正直、まあ、マクマなのであくまでも、はい、ゲームを関係なくてもいいし、関係あってもいい。例えば、まあ、結構初心者大使は、ね、お笑い担当の方が ね、いらっしゃるから、例えばコントやってもいいし、まあ、踊ってもいいし、歌ってもいいし、大喜利でもいいし、うん、何でもいいので、マクマで皆さんを退屈させない企画を大使でシャッフル、ユニットを例えばね、シャッフルしたりとかしてやってほしいなと思います。もちろんゲーム使ってもいいんですよね。もちろんゲームで、例えば今みたいなコロシアムやってもいいです。結構今まではこちらで用意した、企画みたいなのもやってもらったりしてたんですけども、はい、丸投げですもんね。そう、丸投げなんです。はい、しました。まあ、リュウさんの部屋も丸投げちゃうな。だから面白くならない可能性は多分にある。そうですよ。本当に石川君についてはもう長反爆地みたいなところ。本当にもう違う目が出ちゃったらおしまいですね。まあ、それも含めてね、はい、全体が盛り上がればいいなと思っております。うん、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、このね、段取りはインコさんの台本には実はシークレットで隠されています。はい。はいはい、だからもう一枚あるんでしょ。そう、もう一枚あります。はい、こちらです。最後の。はい、じゃあこれインコさん読んでください。はい、インコさん、あとはよろしく。うわ、わかりました。はい、もうこの場にいたということがね、まあ、もう運命ですから。はい、はい、とりあえずちょっと石川君に電話します。え、第一に第一ユーザーに、ニコニコでもなんか。でも初心者大使、でも初心者大使本当に20人近く、はい、20人以上いますので、はい、本当にみんながなんか楽しく、ね、面白くできるようなことを考えます。はい、いろんなスキル持ってますからね、はい、皆さんね。はい、うん、それを見にも来てもらいたいですね。そうなんです、東京と大阪で両方でマクマは当然あるので、はいはい、これまた違う感じのものみたいですよね。そうなんですよ、違う企画でね、ちょっとやってて、大阪でコントやりづらいんですよ。俺でもね、大阪はちょっと竹山さんと、うん、ダイナマイト関西やりたいんですよ。あ、大喜利とかもね、大喜利やりたい。全然そうなったら協力もいたしますし、はい、豪華ですね、うん、というならば200分、100分100分あるってこと。お、いや違います、合わせて100分、まあ、50-50なのか30-70なのか分かんないけど、とりあえず100分間はありそうだっていう、企画の内容によってはね、なるほど、時間がずれてもいい。大使たちがツイッターでざわついてる。
俺の企画はやりたくないみたいなこと考えてる。一応俺任されてるから。今ね、もうリーダーとして。そうだよ。はい。一応任されてるから、そこは。そうですね。はい、ね、大使のみんな見てる、はい、ね、見てますか、責任はインコさんが全部背負うらしいですよ。はい、任せたわよ、うん、とりあえずあの6期のお海のちゃんとなんかっていうのは考えます。ほらほら、まあまあ自由にできるって言ったらね、自由にできますからね。はい、はい、ということで会場にお越しの方も、ニコニコ生放送でご覧になる方も一緒に夏祭り楽しみたいと思います。楽しみ、楽しみ。はい、ということで続行をお届けしたところで、はい、番組そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい、ここで、お知らせです。お願いします。ドラゴンクエスト10バージョン1からバージョン4までの全てが一本に詰まったドラゴンクエスト10オールインワンパッケージが新登場いたします。これから始める方や 新しいハードで復帰したいと考えている人におすすめとなっています。こちらは、7月26日木曜日発売予定。私の誕生日です。おお、オールインワン、素晴らしい。じゃあ、 たくさん買って、あのなんちゃんの事務所にいっぱい送ってもらって。やってるのに、もう安いやってるのに。全部持ってますね。持ってますけどね。はい、ということで、価格もお得な4800円で、はい、発売予定となっております。いいですね。はい、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。続いては6月28日に発売予定のドラゴンクエスト10、みんなでインするみなでインのご紹介です。皆さん初めて耳にするタイトルだと思うんですが、新しいシリーズの書籍となっています。こちらの本のコンセプトはみんなでドラゴンクエスト10を楽しもうというコンセプトです。ドレスアップやハウジング、写真などアストルティア生活をもっと充実させる記事が盛りだくさんの本となっています。また先日行われました写真コンテスト、アストルティアの新七不思議の応募作品もこの本にたくさん載る予定となっています。なるほど。はい、他にも普段の冒険ではわからないような細かいことの国勢調査や、ドラゴンクエスト10のいろいろなコンテンツができるまでを、開発者さんに聞いたお話など、これを読めばアストルティアをさらに楽しめること間違いなしの一冊となっています。みんなさっきの、ね、データが好きって分かったから ね。そうですね。そういうデータ満載で、フルカラーですからね。しぐさ書がついてる、うん、ね、そうなんです。はい、夏木さんが気になるこのしぐさ、写真を撮るしぐさでございます。はい、こちらね、皆さんぜひ確認していただけたらと思います。はい、こちらは、はい、なんと動画があるということなので、こちらご覧ください。うわ、いい。いや、思った以上に動きますね。いろんなアングルから。でもこれは加藤さんもインコさんもいいんじゃないですか。これはいいですね。2人にとってもね。多分これあの林家ペイさんのドレスアップをみんなピンクになっちゃう。やばい、結構いるんじゃないですか。やばいやばい。はい、ということでこちらね、やめて、文集です、やめて。文集ね、スナップ写真を撮る、スナップ写真。はい、ということでみんなでインするみんなで、皆さん楽しみにお待ちください。はい、こちら上コメントの方からもう予約の方できますので、早速確認の方皆さんお願いいたします。お願いします。さあ、続いてはこちら、リアル脱出ゲーム×ドラゴンクエスト大魔王ゾーマからの脱出のお知らせです。8月11日土曜日から8月19日日曜日まで幕張メッセにて開催です。チケットも好評発売中となっておりますので、皆様お友達と予定を合わせてぜひ遊びに来てください。頑張って作ってますんで。そうなんですよね、ドラゴンクエスト大好きな加藤さんがね、監修されてますし、あのお友達予定合わせてもいいですし、一人でもあのオートマッチングと言いますか、はい、マッチングしてくれますし、はい、なんと今回は舞台がアストルティア、はい、そうなんです、はい、なんですよ、はい、来てもらいたいですね。なのでぜひぜひ皆さん、オートマッチングで安西さんとマッチングする可能性もあります。連日会場に。はい、皆さん楽しみにお待ちください。さあ、最後は DQ10 ショップからのお知らせです。今月は亀様でおなじみのついてくんのシリーズの新作登場です。コメントでもね、ついてくんの新作はや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 とコメントいっぱいありましたが、お待たせいたしました、はい、時の妖精カプセル登場です。名前が、はい、キュルルじゃない、キュルルじゃないではないんですか。見た目はもう 100% キュルルですけど、ちょっと色違う。違います。違う、違う、違う、よく見て、ちょっと違うの。
緑違う。違うの？時の妖精はこのような形、姿、形、色、はい、ね、コーラというですね。はい、時の妖精がいっぱいいる中の一人なんで。なるほど。そっかそっかそっか。インコさんには変わりない。いやいや、僕でもそもそも僕じゃないんだ。これは。優しい。さあ、ということでこちらも映像があるということなのでご覧ください。おー、かわいい。かわいい。エクスコ久しぶりみたいな。ね。回ってる、手を振ったり回ったり、これは可愛いですね。お、高く飛んだり、おお、いい感じでふわふわ。あ、ついてきてる。可愛い。おー、いい。あ、いいね。いい、いいサイズだね。そうそう、サイズ感いいですね。小さくて可愛い。ああ、可愛い。ドアコ。そっち。でも本当はだからアストルティアから亀様がいなくなる。いやいや、そんなことないです。いなくなる日がついてきてしまった。いやいやいや、まだまだ亀様ファンもね、いますからね。はい。はい、ということでこちら、ついてくんシリーズの新作時の寄せカプセル、皆様お楽しみにお待ちください。はい、さあ続いて、ご紹介するのは今月のキャラクターなりきり装備シリーズでは王とキンベルの錬金術師リンカのローブ。おー、はいね、ゴージャス。はい、皆さんこれでね、いい、ぜひ椿リンカになっていただけたらと思います。生で。はい、さあそして大きなスライム柄のスラッティシャツ、これ左下ですね。はい、はい、そしてシルフウィングセットも登場いたします。かわいい、羽ですね、シルフウィングセットの、ね、傘装備になります。はい、こちら、25日金曜日の更新お待ちください。あ、ちょっとそうコメントでもあって気になるんですけど、はい、リンカのローブのセットは変わりますか？あの、あそこ、あそこら辺が、シュメリアとかみたいに、あそこら辺は変わらないかったはず。あ、変わらないか。気持ち変わると思っとけばいい。気持ち変わる。気持ち。はい、わ、はい、かりました。はい、ということで皆さん以上、25日の更新お待ちください。以上、ティキテショップからのお知らせでした。ありがとうございます。はい、じゃあ最後に皆さんから感想を聞いてお別れてまいりましょう。はい、うん、じゃあ今日の感想&告知、じゃあ斉藤部からお願いします。お願いします。はい。今日の感想は、4.2 の情報いろいろ出て非常に楽しみになってきたなというのがありまして、はい、何しに来たのっていうのをコメントが何回かあったので告知をしに来ました。お仕事、告知が、はい、告知が仕事なんですね。はい、超会議とかでもお伝えしましたが、はい、V ジャンプ7月特大号が、5月21日に来週の月曜日に発売になります。こちらの方にも、仕草賞をつけていただいておりまして、飛び出す V の仕草という、うん、仕草がついておりまして、なんとこちらは映像がございません。持ってくるのを忘れました。よりによってなので、はい、後でかっこいいね、かっこいいです、はい、V サインで V ってやって、うん、後ろに V ジャンのロゴみたいなのを出してもらってるので、すごい凝った仕草出てますよね。出てもらってるので、うん、映像を持ってこなかった。確かになぜか映像はないの、はい、しかもついに V のテーマまでなくなっちゃった。はい、V ジャンのツイッターアカウントで後で公開をしていきますので、うん、はい、売り切れちゃう可能性ある。あ、遅い遅い遅いな。忘れてたよ、絶対忘れてたでしょ。寝起きみたいな感じ。やりづらいな逆に。まあ、本当にあのそうなんですよ、5月売りはあの創刊記念月になってまして、はい、結構いろんなブロックが豪華なので、ね、ちょっと入手しにくくなりがちです毎年なので、うん、できれば予約できる方は予約をしていただければなと思います。はい、しっくりきた、しっくりきました、はい、もう大丈夫です。はい、V もありがとうございました。ありがとうございました。さあそして丸投げされたインコさん、はい、本当に 4.2 が楽しみで、あの、うん、釣り堀、はい、早くちょっと自分のあのガダラ水没落とすんですね。はい、はい、もうインコの釣り堀をぶち上げて、はい、ちょっとニコニキのやつらから、ね、あのサメを釣らせてやろうかなと思います。でも何より、まあ、あと新しい武器っていうのがちょっと話になるんですけど、そうですね、はい、火事で打ちたくてしょうがないです。あ、そうだ、そっかそっか、はい、もうやっとレベル60になりましたんで、破産配信、破産配信、破産するんですよね、あれ本当に。武器は大変なんですよ、本当に、はいはい、でも本当にコツをつかむために頑張ります、はいはい、夏祭りもね、はい、頑張ってくださいね。夏祭り、今あの正気に戻ると本当に今汗が。でも本当にいい、あのお話いただいたんで、大使みんなで頑張ります。はい、はい、ありがとうございました。楽しみ、初心者たち総監督ですからね。はい、さあそして今日のゲスト、片野さん、いかがだったでしょうか。いや、楽しかったですね。まあ、何より写真をもっと頑張って撮れるぞっていう、うんうん、
そしていつか賞を取りたいです。入選したいと。入選したいです、はい、直接送ってくれればいい。それはダメです。それは公平な審査をお願いしますよ。それはダメです、はい、すげえ露骨に言いますよ。直接送ってくれれば隠してないだから持ってるんです。あと夏祭りもね、あの前回出させていただいたので、はいはい、今回も出たいですね。じゃあ大使のコーナーに出ていただきます。ダメ、なんでそこにわざわざバクマオンリーなの。別ね、枠でお願いします。はい、片野さんありがとうございました。さあ、そして青山さん。はい、はい、コロシアムちょっと悔しかったですけど、あのバーズ 4.2 のね、あの情報の皆さんの反応とかが良くて、非常に、うん、あの私も楽しみになってきました。あとちょっと、ちょっと話変わるんですけれども、本日あのファイナルファンタジー11 16周年の日なので、あのおめでとうございます。はい、でもう今日です、今日です。あの飲み会に誘われたんですけど、いけないって話をしたんですけど、はいはいはい、あの我々はね、ドラゴンクエスト10も負けないで頑張りたいと思います。はい、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。占い師でのね、コロシアムもね、見てみたいですね。あ、そうそうそう、ね、次回もね、本領発揮をね。はい、さあ、そして安西先生。はい、バージョン 4.2 まもなくです。まずお話の方がね、あのちょっと話したんですけれど、あのバージョン4のストーリーが大きく動き出しますんで、ぜひあの楽しんでほしいかなというふうに思います。それからあの各セクションの人間が、アストリティアをより楽しく、より遊びやすくしようといろいろあの頑張っていますので、引き続きドラクエ10の方よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。90分で今日のコーナーでございますから、喋りっぱなし、はい、ありがとうございます。さあ、そしてヨスピー。はい、今日は本当にあのアップデートの、ね、情報を、安西さんとしては途中なんかあのなんかおかしなことにならないで90分きっちりやって、うん、さらにまだ新コインボスの話をしていないというね、状況で、まあ、本当に盛りだくさんであの 4.2 を迎えることになるので、私も何から遊ぼうかっていうのは今からちょっと楽しみに本当に待ってる状況で、今溜まってる経験値を今のうち特区ポイントに振るのか、100ゴム系に取っとくのかっていうのは、もう今日どうしようかなっていうのを多分悩んで眠れない夜が来るんじゃないかなと思っております。本当にあの皆さん、5月30日ですかね、楽しみにお待ちいただきたいなと思います。本日ありがとうございました。ありがとうございました。竹岡さんも、あ、そうですね、はい、ポイプリンの、ね、話も、ね、まだ、ね、うんうん、次回ということで、多分全3話ということを、はい、1年ぐらいかけて楽しみたいなと思います。じっくりと、はい、でまた加藤さんは、ね、あの前以前オフ会を、ね、開いていただいて、はい、よくわからないオフ会ですごい巻き込まれた感があったんですけど、はい、そうですね、チームじゃないのに、チームないのに全然知らない人ばっかりの中本当に異業種で、はい、なんかくじ引けって言われたら、引いたらなんか料理名書いてあって、さあそれ作ってください。ドラクエしないっていう、はいはいはい、ドラクエせずにですね、はい、でその中で、コロッケが爆発するっていう、ね、なかなか恐ろしい。すいません、ありがとうございます。でもすごい企画力があったので楽しかったので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。では椿からも、はい、そうですね、新情報もすごい、ね、防衛軍とかもすごいし、ね、新しくなって楽しみですね、はいはい、あと個人的には私はライバルズもやらせていただいているので、うん、マイユが、ね、うん、楽しみですし、はい、今週の全国大会もあるので、うん、注目、はい、決勝なので皆さんぜひ見てください、お願いします。あと V ジャンプの方であのドラゴンクエストの、ブログメルマガも、ブログか、はい、書いてますので皆さんそちらの方も見てくれたらと思います。さあということで、今日はねこの辺でお別れとなります。次回の超デキュテン TV 来月、はい、やりますよ、ね、お、はい、はい、また新しいこともいろいろ、そうね、いやまた本当にね、無理でもいいからコロシアンもう一回やる。本当にトラスカにしようもん、トラスカにしようもん、トラスカにしようもん、新しいのも出るしね、あとで移動さんね、そう、楽しみですね。はい、ということでまた次回の超デキュテン TV でお会いしましょう。さようなら、さようなら。